素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議はつながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーを招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してくださいね。ねえお前、ダメよ、子供たちが。隣の子供たちに気兼ねなく思いっきり楽しんでみませんか。おばちゃんとみかどのオールナイト埼玉。ねえお前、ダメよ、今日は笑かつするんだから、聞き逃しちゃったら困るわよ。生放送を聞き逃したら、聞き逃し配信の YouTube で思いっきり大笑いしてみませんか。おばちゃんとみかどのオールナイト埼玉。2024年のファッショナブルナイトライフはおばちゃんとみかどのオールナイト埼玉。生放送は Facebook ライブ、聞き逃し配信は YouTube です。やっててよかった。私ね、この声が2週間ぶりになってしまっておりますけれども。いや本当ですよ、あなた。あーた、あーた、お帰りなさい。あーた、どうどうありがとう。なんか奥様みたい。あーた、やっと帰ってきてくれたのね。そう、ホテルニューコシカに帰ってきましたけどね。いやいやいや、あそこに帰ったらあかんよ。ホテルニューコシカや、お前。あかんって、お前。あれは、お前。まあまあ、いやでも、いやほんとな、でも、残念だったね、マスター祭りも来れなかったしな。あ、そうそうそう。まあね。会いたかったですよ。いや、ほんと。なあ、マスター祭り楽しかったよね、みんな。そう、楽しかったです。うん。すごい。マスターさん、めっちゃ肌が綺麗だった。そう、白、みんなで、いや、白いって。そう、白くて。肌綺麗。真っ白なのよ、あれ。そう、美肌、美肌。血管が見えるタイプ。そう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 。ああ。細かい。真っ白なの。青い、青い血管が見えるタイプね。そうそう。なんか見るからに、あ、日焼けすると赤くなるタイプっていうのが。そうそうそう。ちょっと羨ましいぐらいの美白でした、うん、でさ、酔っ払ってもすぐ分かるわけ、うん、そう、あれは大変だったんだよな。あの、いや、ジンギスカン屋でね、あの、うん、やったんですけど、ラムストーリーね、ラムストーリー、東京ラムストーリーね、そうそうね、で、美味しかったよね、ジンギスカンね、うん、美味しかったです、美味しかった。みんなで踊ったんですか、ちゃんと、ジン、ジン、ジンギスカン。いや、あのね、狭かったんだよ、店が。店狭かったの。狭かったよね、思ったよりね。ジンギスカンってあんな感じかなって気がしますね。いや、でも、でもね、なんかお客さんいっぱいだったんだよね。そうそうそう、結構満席でギュギュッと宴会してる感じで、うん、そうそう、なんか日曜日の、うん、日曜日の夜とは思えないぐらいに、うん、いっぱいお客さん入ってたよね。そうですね、結構ね、私たちより先に始めてる人たちとか結構いたから、うん、日曜日だったんですね。そう、あの1階と2階でさ、で、あの、うんうん、2階の方が多分あの予約のお客さんみたいな感じなんだよね、あれ多分ね。ああ、多分そうですよね。なるほど。団体とかで、うん、あの飛び込み の、 あの人数少ない人たちは多分1階でみたいな、うん、そんな感じだったと思うんだけど、なんかいっぱいいたよね、あのもうほぼ、うん、祝ってました。そうそうそう、ほぼテーブル埋まってたしね。そう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 、なんか順番に回るんでちょっとお時間いただくかもとか言ってましたよね、店員さん言ってた、言ってた、うん、人気で、そうそうそう、いや人気だったんで、うん、もうおがちゃんに会いたかったってみんな言ってた、うん、うん、マスター君も、マスター君も、いや会いたかったよ、お前より会いたかったんだよって言ってた。そうだよね、それ
そうだと思うわ。うん、そうそうそう。マスター失礼しました。メイン MC ですからね。そっか、あれこれさ、会ったことなかったんでしたっけ。いや、会ったことあるけど、1回だけおがちゃんと会ったのは。そっか。そうそう。ああ。夢の種で収録した時とか、うん。私の番組に2人出た時。担当、そう、2人が一緒に出た時に。それ以来だもんね。それ以来ですよ。そうか、そうか。そうですね。うん、いや、わかんないです。自分ね、2回目がもしかしたら近いうちにあるかもしれないで。うん、そう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 。ね、そうそう、この間ね、一生ないかもって言って。そんな。それ一生ないなって言ってましたから、ね。そう、まあ、その話はあれでしようか。リレートークでしようか、それ。そうだね、はい、うん、というところで、全く冒頭の話をね、冒頭であのオープニングトークテーマ何もやってないけど、いいんじゃないですか、そういうのがなくても。いやいや、最近ハッとしたこと、俺ね、うん、最近ハッとしたのは、マスター祭りの時に俺ハッとしたわけ。さ、あれか、俺普通にさ、飲み放題で、卓上にサーバーがあるっていうのは知ってたんだけど、まあ普通の、サワーだと思ってたっけ、レモンサワー飲み放題だったっけですよ。うん、うん、したらよく見たらアルコール度数 8% って書いてあって、うん、やっぱそれ高い方ですかね。いや高いよ、高い、高い、 8%、 そうか、そっか、普通 5% ぐらいだから、うん、そっか、サワーだもんね、そうですね、だからもうみんな全く気にせずさウェーイついで飲んでるわけですよ。ガブ飲みでしたよね、まあ、そうだね、氷結ぐらいってことだよね。そう、あの氷結のストロングぐらいの、うん、そう、ストロング9%、 そう、それに近いわけ、近い、うん、だから、うん、もう氷結のストロングバリのやつが、うん、でまたね、そんなにアルコール度数を感じないのよね、あれ。あ、そう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 、さっぱり飲みやすい感じだった。うん、そう、でそれでフルーティーで、要するにサワーだけ出てきて、うん、コンク入れてその味変えるみたいな、そういう感じだったんだよね、うん、セルフで、セルフでコンクに入れて、コンク入れてみたいな。で、でさ、さあ縁も竹縄ではございますがみたいな、まあだから縁も竹中直人でございますがってやろうと思ったらさ、はっと気づいたらさ、屍がるいるいと転がってるわけですよ。そうですね、うんうん、ハッとしちゃったの俺、みたいな。お隣が大変でしたもんね。そう、まず真っ先にやられたのがちいちゃんだったね、うんうん、そうでしたね。なんか、知らないうちにグワングワンなってて、なんか、なってた、なってた、なんか前後にこうやって動いてて、おおっと思って、フラフラになっちゃってたね、ちいちゃん。そう、うん、うん、でもうもうなんかマスター君がマスター君でさ、うん、なんかいきなり手挙げて、はい、酔っ払いましたみたいな言ってるしさ、言ってましたね、やべやべと、これは酔っ払い宣言が、これはやばいぞ、これから墓場になっていくぞみたいな感じがなったわけですよ、うん、そうですね、うん、珍しく俺が一番正気を保ってたっていう、うん、確かに、えちゃんもそれちょっと酔っ払いましたって言ってた、はい、そうなんです、墓場に向かっちゃいまして、そう、えっちゃんも割とご陽気な感じになってたよね。えっちゃんいつもご陽気だからね。そうそうそう、ご陽気をちょっと越したちょっと、はい、感じになっちゃいまして。なってたよね。で、いやだから、はい、まともだったのはだからレモンサワー飲んだ組でまともだったのは俺ぐらいで、ソフトドリンクしか飲めなかった3人は、うん、めっちゃ元気みたいな、うん、そう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 、私ちょっとだけせっかくだから、うん、半分ぐらい、ほっこりみたいなのありましたけど、うんうんうん、うん、そう、でもそんなに、うん、そんなに濃い感じしなかったでしょ、うん、だってあれそう、うん、レモンのやつがまたいい感じだから飲めちゃう、うん、そうなんですよね、そうだから、うん、まあ多分さ、おがちゃんが無理をして来てたら多分本当に死んでたと思う。やばかった。そうだよね。うん。まあ結果良かったのかもしれないけど、まあでも、うん、
まあでもやっぱね、もうみんな、あんだけ集まったのはね、すごいことだからね。そうですね。何人集まった ?10 人ぐらい集まったのかな、8人です。8人です。あなたさ、俺何回もさ、9人ですとか、1人減って8人ですとか、俺投稿してたじゃん。そうですね。はい。もう頭から、右から左に抜けてました。1人減ってました。いや、本当だよね。全然人の話聞かないよね、本当。そうそうそう。いやいや、聞いてるときは聞いてるし、聞いてないときは聞いてない。当たり前じゃん。あ、でも今ハッとしたこと言ってもいいですか。いいよ。右から左へってあれだったけど、最近スマホだから下から上ですよね。え？どういうこと？あ、え、どういうこと？いや、なんかスクロールしてスーってこう。あ、そうかそうか。そうね。あ、なんかそういう言い方し、これから変わるかもしれないなと思って。ああ、そうね。まあまあ、なんかあれだな、もう今日も真面目、という。復帰しても真面目なおは、ということですけども。ちょっと、ハッとしたこと言ってもいいですか？いいよ。何ですか？いいよ、いいよ。あ、そうだね。まあ、そう、そう、そう。ここで打ち込まないとな。ここで打ち込まないと後がないからな。はい。マスターさんの、その、回からですね、ハッとしたのは、私も、お酒には普段あんま潰れることほぼないんですけど。ないよね、ないよね。ちょっと、久々に人生2回目ぐらいな勢いで潰れまして、潰れたらしいよね、なんか。そうなんです。で、ちょっとね、ゆっくり、ちょっと品川駅のお手洗いで、ちょっとゆっくりして、で、終電で帰ろうみたいな感じで、終電には無事に乗れたんです。そこでハッとしてました。あ、そう、あれだよね。気がついたら、大月を発車してたっていうやつですよね。そうなんですよ、終電で、そう、大月駅で、開示で。起きようと思ってたら、目が覚めました。そしたらなんか、あれ大月ついてるなみたいな感じで、あって、ちょっとなんか一瞬、あ、大月だなみたいに、ちょっとふわって思ったら、もう発車しちゃって、あ、そこがハッとしたっていうか。そうだよね。終わったみたいな。終わった。そう。で、そんで、次の停車駅の、次の停車駅の円山まで行っちゃった。円山まで行っちゃって、さすが会場遠くまで。もう終電ない。そうなんですよ。戻りの終電はないわ。ないわ。タクシーは待ってるわ。いないわ。待ってるじゃん。で、ホテルはないわ。で、どうしようかなっていう。そう。そんで、ね、やっちゃったな。親御さんに怒られながら迎えに来てもらったっていう。あ、そう。はい、そんなことがありまして。ね、もう大月駅を発車時が本当に最近の、はっって。そうだね、確かにそれはもう間違いない。あとね、1分早かったら降りる。そう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 。ね、無情のドアが閉まります。はい、ご注意くださいっていうのが聞こえて、聞こえてシューって言って、もう発車して、あーみたいな、なんかもう。無でしたね。とりあえずちょっとタクシーとホテル近くにないかなっていうのも、演算費の近くで探しまくって。そう。いないよ。いないよ。しかも日曜の夜だもん、いないよ。はい。営業終了してました、電話とかしたら、近くのタクシー会社さんとかって。そりゃね。金曜の夜とかならまだしも。はい。日曜の夜じゃ空いてないよな。はい。空いてない。はい。ということでございましてですね、まあ、おがちゃんが帰ってきた、はい、第194回の放送ということになります、はい、それではタイトルコールいってみましょう。おがちゃんとみかどのオールナイト埼玉。タイトルコールは3週間ぶり、おがちゃんです。はい、今週もやっぱり元気、みかどです。はい、終電寝過ごして終わったな、おまんずメイトのえっちゃんです。花粉症と戦いながら、おまんずメイトのコレッチです。はい、いやー、もう花粉症ね、もう出るの早かった。やっぱ敏感なんだね、コレッチさんね。うん、もう今年も年始から、
てるけど、だんだん辛くなってきましたね。あ、天気によって。早いよね。だって2月だよ、まだ。ひどいと、やっぱ鼻が詰まる、寝てて。そうだね。ということでございまして、そんな、あの、鼻詰まりな感じの、コレッツさんに、稽古をお願いしたいと思います。はい。はい。ねえ、もう豚も立てりゃ木に登る究極の素人ラジオオールナイト埼玉、うん、この番組はメイン MC のオガちゃんとミカトさん、そしておマンズメイドのエッちゃんと私コレッチがそれぞれの自宅とサテライトスタジオキーステーションにオンライン会議ツールズームとライブ配信ツール Facebook ライブを使って全世界のリスナー様に向けて今夜も生放送でお送りいたします。なお約1日遅れでオンエア曲をカットしたバージョンを YouTube でアップしますので、そちらもぜひお楽しみにと。うん、なんか辛そうだな。じゃあ、なんか微妙に下向くからなんか余計鼻にくんですよね。ああ、そうですね。ああ、なるほどね。はい。はい。うんうん、ということでね、自分が先週いなくても大丈夫でした。オールナイトサイトでございますけれども。そんなことないよ。そんなことないよ。そんなことないよ、お前。はい。まあうん、今夜も元気に行きたいと思いますので、パー紹介まずはえっちゃんからお願いいたします。はい、まずはいつものマスターくんのマスターピースをお送りした後、21時30分頃からはオールナイト埼玉ビップルームでございます。はい、行きました。はい、今日ゲストにはですね、埼玉でボールゲームを、うん、埼玉県アメリカンフットボール協会事務局長佐藤信正さんが登場いたします。うん、はい。ちなみに、あの、昨年12月のさいたま市100人会議にも登壇された方ということですね。そうです、そうですね。もう、ノブさんはリスナーさんでもありますしね。で、まあ、あれですよ、もう、ね、100人会議で、まあ、10分しか喋れないから、100人会議では。うんうん、だから喋、うんうん、り足りなかったらうちのラジオでって言ったら本当に来ちゃったっていう。いやだからすごいよ、こっから先のゲストほとんど100人会議からの流れだから。へーすごい、いろんな顔が見られる。そう、そう、あのね、もうこの後あと2人決まってるから、もうすごい楽しみ、すごいんだからというところでございましてですね、うん、まあこれからちょっとゲストコーナーが増えていくかなっていうふうには思っておりますけども、うん、というところでございまして、うん、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ次のコーナー紹介はコレッチさんから。はい、続いて21時55分頃からは埼玉市民球場ネット裏アルファ。はい、はい、うん、こちらですね、佐藤さんにそのままお残りいただき、スーパーボール直前アメフトの世界と題して、うん、リスナーの皆様にアメフトの魅力をお届けしたいと思います。はい、もうまあノブさんって僕ら呼んでるんですけども、うん、もうノブさんはね、はい、埼玉県 あのアメフト界の重鎮ですから。うん、だって事務局長ですよ。事務局長で偉い人はいないからね、うん、偉くない人はいないからね、そう、偉い人いないけど、何言ってんの。なんかお前変なこと言ったなと思ったのよ。これ今さらっと、いや、さらっと流そうとしたけど、ダメだよ。はい、というところで変わりましたけど、ね、はい、ということでございまして、まあ、スーパーボールもね、うん、うん、スーパーボールも近いですから、はい、うん、ね、うん、でまあ我々ね、ちょっとアメフトってほら、あんまよくわかんないじゃないですか。そう、うん、だからこれを機会にね、そのアメフトの魅力をね、ぜひぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。そうですよね、ちょっとね、とっつきにくい部分もあるからね、ルールが美味しい、人数も美味しい、そう、ラグビーと混ざる、そう、そうですね、どう違うのって、ね、そうですね、はい、ということで、はい、そこら辺も聞きたいと思いますね。はい、はい、ね、ということで最後のコーナー紹介は、はい、帝さんから。はい、最後にですね、22時25分頃からになりますけれども、新コーナーでございます。帝の法則。はい、このコーナーはですね、複雑怪奇な現代社会を生き抜くための糧となるべき、ちょっと残念でクスッと笑える言動現象などを帝の法則として認定していきたいと思っておりますということでございましてですね、 あるんですよ、こうなんか、うん、あるあるだなみたいな、そういうのをこう、うん、もう法則にして認定しちゃおう、そういう、なるほど、はい、
なんか久々にこうなんか本当の王道のラジオっぽいコーナーをこう、ね、考えてみましたというところでございまして、はい、今週もミニコーナーを含めました豪華4本立てでお送りしたいと思います。はい、さて最後に今週の選曲テーマですが福は内でございます。お、これはどういう、いやもう本日は節分ですね、本当に。そうですね、節分ですからね。豆まき来たよ。明日来たんだ。来たんだ。うん、来ましたよ。うん。まあ俺一人で豆まきやってもしょうがないからな。だってね、あの、ね、汚したらね、罰金とかされそうですよね。そうなんですよ。はい。ということでございまして、まあ、幸せになる曲とかね、まあそういう感じですね。うん、はい、はい。ということでございまして、うん、はい。リスナーからのですね、リクエスト曲お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。はい、投稿の宛先はいつもの Google フォームです。それ以外にも、当番組の公式 X、公式 Instagram の DM などでお寄せいただいても結構です。Zoom でお聞きの方はチャットに、Facebook Live でお聞きの方はコメント欄に URL が上がっております。投稿が採用された方にはこれすごいですね、番組金星埼玉トゥインクル競馬馬娘ミッコファイヤのトレーディングカード2枚組をお送り出しますので、トレカが欲しいよという方は連絡先氏名のご記入も忘れなく、こちらのフォームまたは番組公式 SNS の DM などにどしどし投稿をよろしくお願いしたいと思います。ということで、たくさんのお便りお待ちしてますので、よろしくどうぞ。お願いします。はい、お願いします。お願いします。今週の選曲テーマは福は内。1曲目は本人出演の CM で一世を風靡したあの曲です。明石家さんま、幸せってなんだっけ。はい、聞いていただいております。今週の1曲目、明石家さんまさんで幸せってなんだっけ。いや、これはもう有名ですもんね。うん、どっかで聞いたことある。ああ、まあ、えっちゃんは天然だから分かんないかもしれないですけど、僕らはね、もう、ああ、キッコーマンの、キッコーマンの CM だっていう。ああ、はい。なるわけですよ。ポン酢醤油はキッコーマンっつって。聞いたことある。あるでしょ、うん、そうですよ、うん。これは、ちゃんと、レコード版のね、歌詞ですから、あれですけど、うん、まあ、CM でやってるやつは、うん、あれですよね。ポン酢醤油のあるうちさっていうやつで。ポン酢醤油。そう、うん。そうなんですよ。これはね。やっぱさんまさんってね、決して歌うまいとは思わないんですけども、でもね、なんかね、味があっていいじゃないですか、特にこの、ね、この曲なんて。うーん、ねえ、そうね、そう、何気に歌詞もね、なんかね、いいんすよ、当たるつもりの万馬券とかね。俺もなんか当たるつもりで買ってんのにね、当たんねえんだよ。共感してる。そうなんですよ。当たるつもりの万馬券なのに、あーみたいな。そうなんですよね。ということで、幸せってなんだっけって言いたくなりますね。本当に、ね、そうですね。幸せ来るといいですね。ということで、聞いていただきました、ね、うん、幸せってなんだっけでございました。時刻は21時24分を過ぎております。お知らせの後は、マスターくんのマスターピースです。素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議は、つながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回、さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーをお招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してね。土曜の夜の生放送、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉、オガちゃんに学べ。マスターくんのマスターピース。このコーナーでは、当番組のキングオブ常連ことラジオネームマスターさんのセレクト曲をご紹介します。
今週もパーソナリティの応募の犠牲になったマスター君が選んだ珠玉のマスターピースを味わってまいりましょうということなんですが、うん、マスター祭りの時にですね、あのマスター君からですね、はい、あの俺もう限界だと、そんなこと言わないでお願いしますっていうふうに言っときましたけども、そうですね、いやあの、うん、俺だけじゃなくてですね、うん、あの特にほらあのコレッチさんほら同じテーブルにいたからさ、そうですね、覚えてると思いますけど、あの、うん、ちーちゃんがなんでって言ってたんだよねやめちゃダメだよって言ってた、うん、あたしファンなんだからって言ってて、あの、まあ、うん、もうその頃にはだいぶあのアルコールに蝕まれてたんですけどいや本当に、まあ確かにね、うん、あの本人に全く承諾を得ることなく始まったコーナーですからね、うん、これ、うん、応募の犠牲になったリスナーさん、そうなんですよ、あの確かに毎週のようにリクエストをもらってたんだよね、うん、おばちゃんね、うん、そうだね、そう、うん、だったらもうコーナーにしちゃえばよくねみたいな話になったんですよああなるほどね、うん、ちょうどさそのあの今月のパワープレイがあの、うん、もうあのディレクターがヘボいからあの、うん、送ってこないとか、うん、そういうのが増えてたからね、うん、うん、だからじゃあそれに変わるものっつってなんか犠牲になったのがマスター君だったわけですよ、なるほどね、うんうん、まあ、すごいですよね、それでも やってくれるマスター君がすごいんですよ、だから犠牲になってますからね、毎週だって年末のね、うん、プラスで、うん、そうやっぱ出した方がいいって言って出してくださるぐらいの、そう、うん、あのこっちが忖度して、うん、あのなしでって思ってたら、いやあの出すつもりでいたんだけどって言われて、あ、本当、あ、本当っつって慌てて台本書き換えてみたいなことやりましたけどね、はい、ということでじゃあ、うん、その今回の、マスター君のセレクトですね、マスターピースですけれども、じゃあ、メッセージの方をえっちゃんに読んでいただきましょう。はい、ではマスターさんからのメッセージをご紹介します、うん、はい、できる猫は今日も憂鬱というテーマのオープニング曲です、うん、拾った子猫がクマのように巨大に育ち二足歩行にとどまらず、果ては炊事洗濯、掃除などの家事をパーフェクトにこなすまでになって、私生活を世話されるダメ OL を描いた物語で、コメディとしておすすめです、うんうん、この曲の由来、笑う角には福来たるとはよく言ったものですが、人間万事塞翁が馬という言葉にもあるように、何が幸運で何が不運かは後になってみなければ判断できないのが人生なのだと思います、うん、とある小説で、本当のプラス思考というのは、自分の人生でどんなことが起こっても、それが自分の人生においてどうしても必要だから起こった大切な経験だと思えるってことでしょうという説明がありました、うん、福来たるの解釈として、変化であれ安定であれ、それを好意的に受け止め自らの幸福にする姿勢を推奨する言葉なのだと今は思います。ミュージックビデオは富田美優さんが演じるカメラマンを目指している人の物語で、やはり自分の目標に向かって真摯に取り組むことが何より大切なんだと感じましたということでいただいております。なんかもう限界だって言ってる人のコメントとは思えないですけどね、思えないぐらいね、すごくこう心がこもった深みのある文章でしたね。そうね、まあ文章はね、うん、彼書けるんですけど、うん、あのすごい、うん、俺そんなに音楽詳しくねえんだわって連呼してた、詳しくない嘘ですよね、こんだけそうたくさんの、いやだからネタがないんだって、あの音楽に関してのネタがないって、うん、なるほどね、うん、ということですけど、でもこれね、あのこのアニメは俺知らなかったけど、あの、うん、この曲はね、あの いい曲だな、本当な、うんうん、あのこの方女性の方なんですけど、あの、歌ってんのが、うん、うん、あのいい声ですよ、すごく、うん、うんうんうん、はい、ということなんです、アニメのオープニング曲なんだ、そうなんですよね、うんうん、
はい、そうなんです。あなたさっきできる猫は今日も憂鬱というテーマのオープニング曲ですって言ってたけどね。あ、言ってた。あ、言ってた。失礼しました。アニメね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 。そうですね。今気づきました。はい、あ、なるほどね。だ、できる猫は今日も憂鬱というアニメのオープニング曲ですね。失礼しました。そうです。別に言い直さなくてもいいんだよ。ちゃんと訂正ということで、すいません。はい、もう一回読ませていただきます。頭にインプットできました。謝罪放送みたいになっちゃう、というところですけど、はい、じゃあそろそろ聞いてもらいましょうね。はい、はい、じゃあそれでは聞いてください。マスターさんが選ぶ今週のマスターピースです。ソメイ売れうもん、ごめんなさい、売れう角には、ね、服、ごめんなさい、もう一回行きましょうか、はい、もう一回行きましょう、はい、マスターピースですね、ソメイで売れう角には服着たる。素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議はつながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーをお招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してね。土曜の夜のトークセッション。オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。オールナイト埼玉ビップルーム。はい、というわけで、当番組の名物ゲストコーナー、オールナイト埼玉ビップルームのお時間がやってまいりましたということで、イエーイ。さあ、ということで今回、来ていただきましたのは、百人会議にも登壇していただきました、うん、リスナーとしてお聞きいただいている方でございます。ということで、では、ゲストのご紹介をコレッチさんからお願いいたします。はい、本日のゲストは埼玉でボールゲームを、埼玉県アメリカンフットボール協会事務局長、佐藤信正さんです。よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。いやー、お待たせしました。いやー、大変お待たせいたしました。お待たせしました。いや、もう本当にね、意外にならなかったな、30分。いや、すいませんね。ずっと喋りたくて。いや、あのね、うちの番組の辞書にはね、引くとか巻くっていう言葉がないんですよ。定時って言葉がない。そう。定時とか、巻くとか引くって言葉がないんですよ。押す。押しまくりじゃない。押しまくりっていうね。うん。突き押し。いっぱい絡みたいところあったんですけどね。ああ、なるほどね。ああ、いや、もう、全然あれですよ。ノブさんも、うちのメイトに入ってもらってもいいですよ。全然。まあね、リスナーからゲストっていうのはなかなか珍しいというか、まあ、ね、一人、ほら、ゲストを飛び越えていきなりパーソナリティになっちゃった人もいますけど、だからね、リコッタっていう人がいますけど、はい、まあノブさん、ノブさんもだからまあ、ずっとゲストでお呼びしようと思ってなかなかね実現しなかったんですけど、うん、まあ、そうですね、はい、百人会議に登壇いただいたことを機にですね、はい、もう、出ていただこうということになりまして、はい、今回実現いたしましたということなんですけれども、はい、そもそもあれですね、まあまあまあ、細かいことを喋る前にワンミニッツやった方がいいかな、これな。すいません、ちょっと喋りすぎちゃいます。はい、じゃあワンミニッツ当、はい、ね、ビップルーム恒例のですね、うん、ワンミニッツクエスチョンというコーナーがあるわけですけども、はい、こちらの紹介をじゃあ、病み上がりのおばちゃんの方から、お願いしたいと思いますけども、はい。はい、まあ、1分間で、10個ほどですね、質問を投げさせていただきます。まあ、人となりをね、はい、知る上でのもうヒントといいますか、はい、掘っていくような、まあ、インデックスですよね、うん、っていう形になりますが、うん、まあ、基本的には、イエスノーで答えられる2択になります。最後の質問だけ、はい、2択ではなくて、フリークエスチョンというふうになります。はい、はい、うん、
はい、これはねもちろんノブさんにはまだ見せていませんので、ぶつけ本番でございますけれども、うんうん、まあそうね、ぶつけ本番じゃなかったら面白くもなってもらえない。はい、ということでございますけど、ね、うん、はい、はい、じゃあ三上さんが読むのかな、はい、そうですね、じゃあ僕の方で読ませていただきたいと思いますけれども、さあ、ノブさん、心の準備はよろしいですか。はい、よし、もうさすがですね、まあ、さすがスポーツマンですね。というところでございますけれども、さあ、それでは、いきたいと思いますね。はい。はい。じゃあ、ご発声をお願いいたします。はい。それでは、参りましょう。ゲストの人となりを丸裸にしてしまうかもしれない、佐藤さんへのワンミニッツクエスチョン。自分を一言で表すと、と言われると悩む。No。おう。もっと早くアメフトを始めてたら日本代表になれていた。 NO。 おう。アメフトとラグビーを間違えられたらマジでムカつく。 NO。 おう。すぐに判断することは得意だ。 YES。 100人会議に登壇できてよかった。 YES。 アメフトを語れる人とはすぐに肩を組んでしまう。それはないな。おがちゃん、ミカドもこれからアメフトを練習すればできるようになる。なる。おう、なるんだ。日本人も学校の授業でアメフトに親しむべきだ。イエス。おう。さいたま市を日本で一番いい街にしたい。はい、イエス。おう。おがちゃんとミカドに言いたいこと聞きたいことがある？イエス。おう。うん。最後の質問です。自分を生き物に例えると何ですか？生き物に例えると、うん、なんだろうな。そこが一番難しいね。いや、答えてください。生き物。生き物ね。生き物、動物でも何でもいいですよ。うん、生き物だ、生き物だから植物でもいいですけど。いやいや、うん、なんでしょうね。うん。クマさんみたいな。ああ、クマ。クマさん。はい、はい、いただきました。はい。なんか本人、テディベア的な感じで言いましたけど。森のクマさん。テディベアではねえだろうな。ちょっとね、ちょっと目の前に、ちょっと可愛いクマのぬいぐるみ。なんかね、意外とね、なんか、いかつい見た目なんだけど、この人。あのね、あのね、意外とね、女子力高そうなんだよね。これ人ギャップ、ギャップ萌えですね。なるほど。ギャップ。うん。アメフトやってるとなんか、確かに体格良さそうな印象は。うん、そうですよ、ね。持ちますね。はい。ということで、お答えいただいておりますということなんですけども、さ、まずですね、自分を一言で表すとと言われると悩む。これは NO、ね、一言で表せますか？一言で表すと、ポジティブだけど、うん、非常にネガティブな人間。お、両方持ってるってことですね。哲学的なこと言うすごいね。基本的にはですね、基本的な考え方は前向きなんですよ。ああ、うん、そんな印象ありますよ、すごく。はい、何でもその、うん、これはできるだろう、これはきっとできるだろうって考えでずっと動くんだけど、うんうん、やっぱり、腹の底では失敗しないようにとか失敗したらどうしようっていうのは思ってるわけですよ。なるほどね。なるほど、なるほど。それは人に見せないようにしてるだけの話でね。そうそうそう。でもさ、やっぱその、やっぱ怖さがあるからこそ勇気って出せるんだよね。だと思いますよ。はい。僕そう思ってるんですけど、やっぱり怖さを知らない人っていうのは、勇気じゃなくてただの無鉄砲なので。そうですよ。まあ、深い。うん、そうそう。いや、だって哲学的なこと言うから僕も深いこと言ってやろうと思ってる話であって。ありがとうございます。あ、いえいえ。で、ということで、すけれども、で、もっと早くアメフトを始めてたら日本代表になれてた、これはノーとお答えいただいてますけども、そもそも、うん、ノブさんが、アメフトに出会われたのっていうのは、いつ頃になるんですか？僕、高校卒業して1年浪人したんですね。ああ、そうなんですね。はい、1年浪人してて、うんうん、たまたまその浪人中に出会った仲間が、うんうん、アメフト大好き人間で、うんうん、で、まあ、予備校の球技大会とか、昔はね、予備校ってすごくいいところで、
はいはい、学校みたいなところだったので、うん、要は球技大会とかレクレーションがたまにあったりするわけですよ。へえ、そうだったんですね。で、それで、バスケットボールの球技大会とかいろんなことやってる中で、結構僕は地肩が強い、球投げる。肩強いんですよ。遠、うん、投で 120m ぐらい投げて。お、すごいじゃないですか。で、それを見て、お前ちょっとこの楕円形のボール投げてみろよ。そっからですね。ああ、なるほど。確かにそうですね。あの小学校の頃は水泳、野球、バスケで、はい、中学高校でバスケやってたんですよね。はいはい。うん。そうですね。全然まあ球技ではあるけれども、あの、はい、もう全然だって勝手が違うわけじゃないですか。うんうんうん、やっぱその肩の強さを見込まれてみたいなことなんですか、やっぱ。うん。うん、多分クォーターバックってポジションは、はいはい、クォーターバック、はいはい、皆さんご存知ですよね。あの名前だけはね、はい、名前だけは、はい、クォーターバックってポジションはその攻めるがオフェンスチームでボールを、うん、その、うん、ランニングバックってボール持って走る人に渡したり、レシーバーとかっていう人にパスを投げたりするんですけど、そのパスを投げることができるっていうので、うんうん、クォーターバックやらせてもらってたわけですよ。なるほど。結構な距離投げるんですもんね、あれね。投げましたね、現役の頃はね。なるほど、はい、アメフトのフィールドって端から端までだとどれぐらいあるんですか、はい、メートルで言った方がいいですよね。そうですね、まあ、あの、はい、まあ、ヤードポンド法ですけどね。ヤードだと、はい、うん、ゴールとゴールの間が100ヤードなんですよ。うんうん、だから91メートル、91.34メートルぐらいかな。うわ、じゃあやっぱ野球外野手みたいなもんですね、野球のね、うん、そうですね、外野手がバックホームするのと同じぐらいの距離になっちゃいますよね、はいはい、そんぐらいだとね、はい、うん、あんなでかいボールそんなに投げんだ、すごいですね。少なくとも50メーター以上ぐらい投げなきゃいけないってことですよね。50メートル以上、はい、うん、基本的には半分以上は投げてましたね。ああ、すごいな。50メートルの遠投ってあのボールでですね。すごいよな。ちょっと自慢話してよければですね、僕はハンドボール投げって高校の時あるじゃないですか。あります、体力測定で。あります、ね、あ、 あります、あります。うん、あれで、負けたことないんですよ。ああ、なるほど。常に全校と。はい、はい、大体、大体、一番。うん。うん、下手した全国ランキングに乗っちゃうぐらいの感じですか。いや、いや、遠投の全国ランキングはないので。ああ、そっか、ない、ないのか、はい。残念ながら。そっか、そっか、そっか。はい。いや、すげえな。それはすごいなと思うわけですけど。うん、で、バスケットボールを、うん、コートの端から、うん、反対側のゴールに向かって投げて届くんですよ。うん、わ、すごい。すごい、これあれですね、だからリバウンド取った後、うん、いきなり、はい、ゴール下に走ってってるやつにこう、はい、パスして取っちゃうってことですよね。あ、それ、はいはい、あ、すげえ。それも練習しました。あ、もうまさに速攻のスペシャリストですね。走るの遅かったんで。あ、なるほど、なるほど。とにかく早く走れるやつに早くパスしちゃえっていう、そういうことですよね。なるほど、すごいな。で、アメフトとラグビーを間違えられたらマジでムカつくって、これムカつくんだと思ったら別にそうでもないんですか、これ。はい、それはね、うん、似て非なるスポーツでそれぞれいいところがあるので、間違えたからって ね、それに目くじら立てるほど。ああ、なるほど、はい、まあでも明らかに分かる見た目の違いとしては、はい、そのプロテクターをつけてるかつけてないかみたいなところですよね、うん、そうですね、うん、うん、ラグビーはほら、ヘッドギアはつけてるけど、うんうん、ヘルメットじゃないですからね。そうそう、もうすんごいプロテクターつけるわけですよ、アメフトは、ヘルメット付きの。はい、すごいの、はい、すんごいのつけるもんね、はい、うん、やっぱラグビー以上にやっぱり格闘技ですか。やっぱそうですね。あ、そっか、うん、まあ、出なきゃあんなもんつけねえよな。そうですよね、邪魔でしょうがないもんだって。確かに、うん、まあ、ラグビーもラグビーでね、うん、うん、タックルされたら痛いんですけどね、うん、まあそりゃそうですよね、うん、そりゃそうでしょ、うん、
いやでもその日じゃないってことでしょ、だって、うん、いやでも向こう生身じゃないですか。ああなるほどね、はい、こっちでプロテクターつけてるってまだいいのかもしれない。あそう、はい、あなるほどね、そっかそっか、まあまあもちろんルールもね、あの違いますしね、うん、そうですね、うん、はい、やっぱりボールって似てるじゃないですか、はい、あすみません、なんか無知で恐縮なんですけど、いえいえいえ、ボールも全然違うんですか、うんうん、アメフトと。はい、違いますね、ラグビーのボールの方が軽いですよ。あ、軽いということなんだ、ラグビーのボールの方が丸いです。あ、丸い、なるほど、ちょっと、ちょっとシャープなんですね、あのです、はい、アメフトのボールの方が、はい、あそうなんですね、あの革の素材も違います。なるほど、はい、とかちょっとラグビーの方がふっくらしてる感じなんです、ね、そうですね。あなるほどなるほど、まあ、そうなんですね。いや面白いわこれは、うん、まあ、あのこの後のね、あの市民球場ネット裏、まあ、今日あの市民球場っていうか甲子園ボールとかのそっちの感じになっちゃうあいいです、はい、そっちの方でまたね、あの詳しくお話しいただきたいと思いますけども、はい、それでですね、もう一つ曲前行っとこうか、はい、すぐに判断することは得意だということで、これはイエス、うん、まあ、やっぱり、はい、瞬間瞬間やっぱね、あの判断求められますもんね、スポーツはね、うん、そうですね、特にあのアメリカフットボールってその、うん、プレー中の判断をしなくちゃいけないことが多々あるので、うん、迷ったらやられちゃいますから。そうですよね、僕も長いことコーチやってて、やっぱりコーチやっててもそのプレーを出し、あの選手に次のプレー出していくときに悩んでたらもうプレー出せなくなっちゃうんで、うん、なるほどなるほど、はい、まあそのための準備はするんですけどね、はい、なるほど、はい、そう、あと審判もやられてるじゃないですか。あ、やってます、はい、あれでなんか迷ったりはしないんですか、そういう時。審判は迷います。ああそうなんだ、やっぱり、はい、アメフトの試合って審判は反則に対して黄色いフラグ、イエローフラグっていうファールマーカーを投げるんですよ、うんうんうん、ファールマーカー投げるのにやっぱり躊躇するときありますよ。やっぱ微妙ですもんね、あの、はい、どこまでが、ね、インプレーで、はい、どっからがファールなのかってやっぱり結構主観入りますもんね、やっぱね、うん、よく言われるのは、その目で見て自分が間違いと思ったことだけ投げていいって言われるんで、うんうん、それからちょっと気が楽になった部分もありますけど。あ、なるほど、うんうん、はい、うん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 、やっぱり最初の頃はもう迷って、ね、フラッグに手はかかるんだけど、うん、取り出せないとかね。なるほどね。まあ、やっぱ躊躇しますよね、やっぱりね。はいはい、うん、あ、微妙だなっていう。で、しかも、はい、自分もプレイヤーだっただけにね。はい、うん、いや、これでフラッグ出されちゃうっていうような場面もあったでしょうし。はい、そうですね。うん、でも 今はちゃんとやってますよ。うん、はい、そこはもう、ちゃんとジャッジしてますよ、きちっと。そうですよね、はい、まあ、そこは心を鬼にしてね、はい、うん、はい、ちゃんとジャッジしてます。なるほど、いやいや、すごいですね。まあ、紹介してなかったですけど、ね、大学でアメフトを4年間やられて、そんで社会人チームでもプレーされて、はい、そうですね、ね、はい、でその後大学のコーチやって監督やってっていう、もうまさに、もう王道のコースを歩まれたというところで、いやだからすごい人なんだよこの人。すごいですね。そうすごくない。いやいや、だってほら何チームもあるわけじゃないんだから、だってプロ野球と一緒で。うーん、うん、だって大学っつったってね、アメフト部がなければ監督なれないわけですから。まあ確かに、はい、そうですよね。はい、ということでございまして、はい、じゃあちょっとここでブレイク挟みましょうね、うん、はい、はい、ということですけれども、さてここはコレッチさんだな、はい、はーい、うん、曲ですね、うん、福は内といったらやっぱオタフクの顔が浮かび、お、そしたらオタフクソースが浮かんだんですよ。オタフクソースが浮かんだ、うん、そしたら調べたら2022年に100周年を迎えてて、その記念で、うん、斉藤和義さんとコラボで曲を作ってるんですね。あ、そうなんだ。そうだ。知らなかったな。なんかすごいつながりできたな。なんかそこからのこの曲になりました。
あいやなんかあれだね、あのそういうさその回りくどいつなげ方をするのはなんかあのうちで言うと歌さんとかそんな感じだけど、回りくどいっていうかもう頭の中で連想ゲーム、あそうですよね、連想ゲームですね、うん、まあ、うん、でもあそうだ、まさか俺オタフクソースでこれとは思わなかったからねいやな、まあ、なんか意味あるんだろうなとは思ってたけど、あの証がそうなのかなとかさ、いろいろ想像したね、うん、まさかオタフクソースだと思わなかったなんかもうオタフクが浮かんじゃったからもう、あそう、あいやでもわかる、なんかあのもう一回浮かんじゃうとよしもう意地でもこれで探してやるみたいなね思うよね、うん、わかります、はい、ということで、じゃあ、曲紹介の方をお願いしたいと思います。はい、斉藤和義さんで100年サンシャインです。はい、聞いていただいております、斉藤和義さんで100年サンシャインでございます。はいはい、いやもうまさかおたふくソースからこうなったとは思いませんもう2回目ぐらいですけども、まあ本当にうん、そっか、和義さんそんな歌歌ってたすごいね知らんかったねえ、ということですけれども、いや、うん、まあでもやっぱ和義さんはいいな、ほんとな、うん、僕大好きで和義さん、うん、ねえ、もうだってもう座右の銘ですもん、だってあの和義さんのね、あの生きていくことは死ぬまでの暇つぶしっていうのがね、座右の銘ですから、もう本当に、うん、すごいすごいこうドーンっていうなんかこうすごい歌詞を出してくることあるじゃん、和義さんって、うん、すごい心にあのぐさっと刺さるような、うん、言葉を出してきたりするじゃないですか、和義さんって、うん、僕の中ではそういうイメージなんですけど、皆さんは違うのかもしれませんか、うん、勉強しようと思います。はい、ということであんまり盛り上がらなかったんでこれぐらいでということでございまして、オタフクソースからなんか お腹空いてきました、はい、なんかお好み焼き食べたくなった、はい、広島焼きね、広島焼きは腹にくるぞ、だって焼きそばあんなに入ってるから入ってるわね、食べたい、ほぼ焼きそばだからあれ、うん、というところでございまして、聞いていただきました斉藤和義さんで100年、サンシャインでございました。さあということでございますけれども、じゃあトークに戻ってまいりますが、はいはい、うん、まあ満を持してね100人会議出ていただきましたけれども、うん、あの登壇していただきましたけれども、ご満足いただけました？あれ、そうですね、いやいやいや、少し、うんうん、少しこう触りだけでも皆さんにこうお聞きいただけたらなっていう感じだったので、うんうんうん、やっぱりああいう機会がないんですよね、うん、あそうですか、はい、なんかないんですよ、なんかフットボール協会の、ね、事務局長やってたら結構あのプレゼンする機会とかもあるのかなと思ったんですけど、そうでもないんですか？はい、うん、そうですね、うん、一般の方々にこう接する機会っていうのは少ないじゃないですか。で、あ、そういうことか、はい、小中学校の、校長先生の会があるんですね、はいはいはい、そこに、まあ、子供向けのフラッグフットボールをやりませんかっていうようなプレゼンは、昨年やらせてもらいましたけど、うんうんうん、ちょっと反応はそんなに高くはなかった。もうちょっと、うん、もう2、3回やれば変わるのかなっては思いましたけどね。なるほど。はい、やっぱりね、そこっすよね。やっぱまあ、埼玉ってなんだかんだ言ってサッカーへの関心は高いでしょ？サッカーです。サッカー高いでしょ？はいはいはい、で、まあ、全国的に言うと、そのラグビーもワールドカップ行ったから、まあ、ラグビーへの関心もある。うん、だけども、うん、アメフトって、でね、なんかほら最近のニュースだとネガティブなイメージしかないからねえちょっと悲しい話ですけどね、うん、そうですね、うんうん、そうだから、まあそういうのもあるし、やっぱりそのなんか道具が高そうってイメージあるんですよね、なんかね、あ、うん、そうですね、なんか敷居でも今ですね、うんうんうん、少年野球のバット1本5万円ですからね、そう、高いんだよね、今のバット高いのよ、
ほんまに今ね、だから野球も道具が高くなってきてるから、野球離れになるんじゃないかっていう、そうそう。風に言われてる。そう。で、まあ、それこそ小学生とか中学生だと、フルスタイルでヘルメットからショルダーバートつけてやるっていうのはあんまりないので。そっか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 。はい、腰に紐ぶら下げて、その紐取るフラッグフットボールっていうのをやりませんかっていう。ああ、なるほどね。確かに、はい。タグラグビーはやったことあるんだよな。それもまた。そう、タグラグビーだってよ後ろからパスも投げれないじゃないですか。そう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 。うん、つまんないでしょつまんない。さ前ちょっと投げたら、そう。出た。そう。だから、そこでパスを一発ピュッて前に投げられたら、すごく気持ちいいじゃないですか。うん。前に投げれるんですよ。フラグフットボールは。確かに。ラグビーつまんなかったな。つまんなかったなって。ラグビーって基本的に後ろっていう感じですね。走って横とか後ろとか投げないといけない。とりあえず走るみたいな。そう。タグラグビーは蹴れないですよね。うん、蹴れないし、後ろ回しのパスだけですよね。うん。そりゃフラッグフットボールは前パス投げれるんですよ。そう。ああ、そうなんだ。いいね。だからやっぱり、ラグビーって走れる人は面白いんだけどっていう感じに、はい、そのあれだとなってきちゃうけど、そう。その、走れなくてもそのブレイクスルーができるっていう意味ではね。やっぱね、フラッグフットボールの方がっていう風になるのかもしれないよね。フラッグフットボールは、パス投げる人がいて、取る人はみんな、取っていいんですよ。ああ、なるほど。フラッグはね、アメリカフットボールはダメ出していますけど、フラッグフットボールは全員取っていいので、はい、だからみんな、結構やったら楽しんでますよ。そうですよね。まあ、みんなが何かしら参加できるっていうのはやっぱ楽しいんですよ。やっぱそう、そこ大事よね、やっぱり。はい、うまい人しか活躍できないっていうのは面白くないんですよ。できるやつは面白いけど。そうそう、2時間のレクチャーで、2時間のレクチャーで、小学生ぐらいだと、残り30分ゲームできちゃいますからね。なるほど。それはすごい。はい、誰もが取り組みやすいスポーツなんですね。そうです、はい。で、一応、小中学校の、なんですか、体育の教材に、一応、フラッグフットボールって載ってるから、先生たちがチョイスすれば、いつでも OK なんですけどね。そうなんだ。でも、なんか、やっぱ、なかなかそのチョイスしてもらえないっていうところにジレンマがあるわけですもんね。そうです、そうです。そう、だから、校長会に、乗り込んでいったりもするんですけど。そう。いや、で、だからさ、先週、ほら、ノブさんが来るって言った時に、来週のコーナー紹介のとこで僕も言ったんですけど、ノブさんね、登壇した時は、そうでもなかったんですけど、多分ね、8回に、お客さんとして来られたじゃないですか。はいはい。で、その時の格好がね、もうなんかね、ゴッドファーザーにしか見えなかったんですよ。もう、マフラーの付け方がさ、もうさ、イタリアンマフィアにしか見えない。そんな格好しましたっけっていう。おかしいな。いやでもなんかやっぱおしゃれだなと思ったんです、すごく。やっぱ俺もノブさんぐらいの年になってもやっぱりこうおしゃれには気を使いたいなって金ないけど僕も金ないんで、そうですね。いやいいっすか、おしゃれ、男のおしゃれのポイントって、いや、金かければいくらでも豪華にできるんですけど、そうですね、金かけないでいかにこうそれっぽく見せるかみたいなところに命かけたりしませんか、ノブさん。はい、はい、します。しますよね。おっしゃる通りです。しますよね。もう僕もそうなんですよ。はい、もう本当にいかにそのファストファッションであっても、なんていうかな、こういかにこうね、それっぽく見えないように着こなすかみたいな。そうですね。確かに。そうなんですね。はい。着こなし術は大切ですね。着こなしは大事っす、やっぱ。いかに相手を騙すかってことですね。そういう身も蓋もないことを言うなよ。それは言い方。言い方。相手を騙してる。スポーツも、
結局ね、ユニフォーム着るわけじゃないですか。うん、そうですね、うん。ユニフォームは似合わないやつやっぱ下手なんですよ。うん、あ、それはそうだと思います、やっぱ。深い。やっぱ、うん。あの、きちっと、こう、スマートに見せられるやつっていうのは、うん、やっぱり、うまく見えるし、実際やっぱ、うん、うまくなりますよね。そう、うん、やっぱりユニフォームの着こなしが上手な子っていうのはやっぱり上手ですよ。そうね、はい、やっぱ現れるんですよね、そういうのが、うんうん、そうですね、やっぱそういうのができない子っているけど、うん、でそれでもうまい子っていうのはよっぽどの才能がある子なんですよね。はいはい、うん、天才でもない限りはやっぱり、やっぱ日常のその取り組みっていうのがやっぱりね、あの見てくれに出るんですよ、うんうん、それはすごく思いますね、僕も、はい、うん、あのスポーツに限らずそうだと思いますね。そうですね、うん、本当に、はい、というところでございまして、で、あの僕らが、あの、まあ、僕とかおがちゃんとかがノブさんと知り合うことになったきっかけっていうのは、だってアメフト全然知らないのに、うん、あの知り合うことになったきっかけっていうのが、あのあれですよね、ワンサイド山の会ね。あ、そうですね、そうですね、はい、一番最初です。はい、うん、でもう、あの僕はそのオブザーバー的に、あのお試しでね、あの浜ちゃんに誘われて、あの、2回か3回ぐらい僕参加したんですけど、うん、もうその時にね、ノブさんがねすごく熱弁されてたのが印象に残ってて、うんうん、そこでそんな喋ってましたっけ。結構あそこで、結構あそこでおとなしくしてるつもりなんだけど。いや、まあでも、そう、いやでも、でもね、終わった後に、一緒に帰るときに、結構お話聞いてた記憶あって、うん、確かに、はい、そう、会よりは、その後に、なんか、いや、本当はこう思うんだよね、みたいな感じとか、うん、そう、面白いなと思って。いや、僕、その、埼玉市立大学を作りたいみたいな、あのそういうのあったじゃないですか。はいはい、あの頃僕がいた、はいはい、あのちょっとオブザーバー参加してた頃って、ええ、ね、それすごく僕共感してて、はい、うん、あのまあ、一応僕も教師なんで、やっぱその、はい、やっぱその独自の教育プログラムみたいなのを持った形でやった方がいい、うん、で、まあ、その中にアメフトがあったらやっぱ僕最高じゃないですかみたいなことをなんか言って、うん、なんかこう、うん、あのすごく、いやありがとうございますっていう風に言ってくださってね、あの、はい、なんかすごく、あ、ノブさんいい人だと思った記憶があるんですよ。ノブさんすげえいい人だと思って、うん、いやいやいや、うん、いや、あのね、癖の強い人が多いんですよね、ワイザーマンさん頭の回って。ああ、まあ、そうですね。みたいな感じでことね。うん。そう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 。うん。まあ、そこら辺は、ミカドの法則でも多分そういうのが出てくると思いますけど。というような感じでですね。まあ、でも、やっぱ、アメフトって、なんか、うん、ね、まあ、埼玉にボールゲーム持ってきたいっていうのは、うん、はい、まあ、せっかくね、あの埼玉はさ、うん、あのね、そのスポーツの施設いっぱいありますもん、ね、うん、そうなんです、そうなんです、はい、いっぱいあるんですよ、サッカー場ばっかりですけどね。そうなんです、ね、いやでもまあサッカー場のピッチでもね、できなくはないからな、うん、あ、ね、幅はね、うん、サッカーとラグビー幅は一緒なんですよ。ああ、そうなんですね、はい、で、まあ、そうなんですよ、うん、サッカー場の縦の長さって100メートルから105メートルぐらいなんですね。うんうん、でラグビーは100メートルが、ゴールライン。で、後ろにその、うん、トライするエンドゾーンがある。うんうん、あ、そうですね、うんうんうん。で、アメリカフットボールは、幅がもっと狭いんですよ。あ、なるほど、なるほど、うんうん。幅が狭くて、で、長さでいくと、トータルで110メートルぐらいなんで、うん、ああ、サッカー、じゃあサッカー、いやいや、サッカーのね、ゴールマウスがあるじゃないですか。はいはいはい。ゴールマウスの後ろぐらいにゴールポストが立つんですよ。ああ、なるほど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 。うん。なので、いけるのか、はい、うん。いけるんです、いけるんです。だから400メートルトラックの中に入っちゃうんです。あ、じゃあ、もう、いけるよね、うん。いけるんですよ。いけちゃうんですよ、実を言うと。そうそう。はい。いや、だからあんなでっかい箱あんだから、あの、サイスタみたいなの箱あんだから。はい。うん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 、
サイスタ、コモバ、ナックファイブってね。いっぱいあんだから、やっぱ、はい、ね、呼びたいっすよね。でしょ、ね、実は、その、X リーグって今の、社会人の、うんうん、その、昔の、ライスボールに出るトーナメントあったんですよね。はいうんうん、それの、準決勝で、うんうん、準決勝、はい。どこでやったと思います？この前話しましたけど。あ、どこだっけ？やってた、やってたけど、はい、やってたけど俺ら、俺、そうですね。いはい。うん、あ、いえ、運営側なので覚えてないかもしれませんが。え、僕でも呼ばれしかやってた。埼玉スーパーアリーナでやってた。やってたじゃない。そう。うん、いや、俺、いや、まあ、俺それ聞いた記憶はあるけど、俺、しょっちゅうほら、タバコ吸いに行ってた。最悪だよ。いや、あそこの、埼玉スーパーアリーナができた時の、うん、要は、コンサートするような形のやつとか、いろんなあそこを形変えられるんですね、すねうん、埼玉スーパーアリーナって。そうそうそう。ですね。多目的アリーナですからね、はい、あそこはね。そうそうそう。それで、そのスタジアムモードをつって、うん、スタンドがギューッとこう動いていくとですね、長方形になるんです、中が。あ、はい。それでちょうどアメフトのフィールドが出来上がるっていうね。いやー、ねー。いやー、アリーナでやったら気持ちいいだろうなぁ。でしょ？盛り上がりそう。はい。ねえ。やっぱね、屋外の良さもあるんだけど、ね、はい、屋外だと、やっぱりその声援とか拡散しちゃうから、うん、アリーナだとね、ぐわーっと反響するのよ。はい、確かに響きますよね。うん、確かにね。そう、やっぱ、スーパーアリーナで、はい、ね、なんかこう、でかいさ、ボールゲームイベントをね。そうそうそう、あそこね、マーチングバンド呼んだりしてね。と、もうやったらね、絶対、いいよな。もうそれをやりたくてしょうがないですよ。そうですよ、ね。で実は今回埼玉の高校の吹奏楽って全国レベルの学校がいくつもあるじゃないですか。いやそう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 。うん、だからああいう子たちを呼んで、うん、オープニングやったりハーフタイムやったりハーフタイムショーやったりね。そう。はい、ほら千葉ロッテマリーンズがね習志野高校を呼んで、はい、そう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 習志野でっつって、はいはい、やってるじゃないですか。ああいうこと やればいいんだよな。そうとな。でも、うん、残念なことに千葉マリンスタジアムはスタンドでしょ、うん、彼女たちは彼らそう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 スタンド僕らはフィールドでやってもらいます。そうそうフィールドでできるからね、うん、はい、ハーフタイムショーだってそうそうドリルやってもらいます、ね、そうだってアメフトって、なんか、まあ、スーパーボールでもそうだけど、はい、やっぱそのハーフタイムショーっていうのがすごいじゃない。はい。やっぱ、本場アメリカは。あ、そうそうそう。うん。まあまあ、その話は次のコーナーでっていうことになりますけど。そうですね、そうですね。はい。そうまあ、だから、やっぱその、アメフトを通じてもそうだけど、やっぱ埼玉市を一番いい街にしたいというところですね。うん。はいうんで最後に可能性が広がる。そう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 、うん、そうですね。うん、うん、で最後になんか僕らに聞きたいことあるんでしたっけ。なんか一応アンケートに書いていただいてたような気がするんだけど。あ194回ってすげえなと思ってるんです。やっぱり目標って1000回ぐらい。はいはいはい。見てます。いや、もう、どっちかが、死ぬまでやろうと思ってますよね。そうですね。いや、まあね、ほぼ味方さんですけどね、うん、いや、だから、いや、そうなのよ。だって、僕の方が18年上なんで、そう、意外と離れてるんですよ。で、いや、だから、まあ、よっぽど小賀ちゃんと俺が、その、なんか、決定的な仲違いでもしない限りは、やっぱり続けていきたいなと思ってますね。ぜひ、それも続けてほしいなと思って。ありがとうございます、はい。もうそう言っていただけるのはありがたいんですけど、全然視聴数が伸びない。まあいい、そうですね。チャンネル登録、お願いします。そうなんですよ。でも、ようやくね、もう167まで来ましたからね。おーうーん。そうなんですよ。それ、えっちゃんの効果もあんだよ。ほら。ほら。STK のさ、実況やってるじゃん。はい。うん。競馬、模擬実況ね。模擬実況。で、あれで、うん、あの動画で、一人増えたんだ。あ、おー。よかった。嬉しい。うん。そう、だから、女性実況珍しいからさ。
でリコッタさんが言ってたけど、聞かせたんだって職場の人に、うん、はいよ、うん、そうなんですね、えっちゃんの実況を聞かせたんだって、まさか実際にやってるレースじゃなくて架空の想像のレースだとは思わなかったってみんな言ってたらしい。それだけ臨場感を感じていただけたってことですね。そうみたいですね。嬉しいです。ありがとうございます。リコットさんとリコットさんの職場の皆さん、ありがとうございます。はい、これを聞いてるラジオ日経の、うん、関係者の方々、ぜひ、次の、ですね、ラジオ日経アナウンサー候補としてですね、目をつけていただいて、いたいと思います。はい、ということ頑張ります。はい、ということで、ノブさんはこの後もお残りいただけるということで、はい、ということで、残念ではございますけれども、そろそろ、このコーナーとしてはお時間ということになりますので、はい、はい、そうしましたらですね、ゲストコーナー最後に、ノブさんからのリクエストを、はい、紹介していただきたいんですが、これクイーンですね。はい。まあこれかなって感じはしたけど。でしょでしょでしょ、そうなんですよ。スタジアムで一番聞く曲ですね。そう。はい。いや、これは盛り上がりますもんね。はい、なんかこう、ちょっと中断した時とかに大概これがかかるみたいなところがあるというかね。うん。そういうイメージがありますよね。はい。うん。うん、いや、これはもう、やっぱり、まあ、クイーンといえば、って何曲か浮かぶけれども、うん、やっぱ、うん、絶対5本の指に入ってくる曲ですもんね、これね、うん、もう本当に。そうですね、はい。はい。ということでございまして、はい、どうもありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。はい。あ、そうか。あれですね。はい。はい、曲のご紹介をお願いしたいと思います。お願いします。はい。ノブさん、曲紹介を。はい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 、まあ、フットボール見に来ていただけると多分この曲はいつも流れてると思います。うん、クイーンの Will Will Rock You お聴きください。よろしくお願いします。はい。はい、本日のウィップルームゲストは佐藤信正さんでした。引き続き佐藤さんお残りいただけるとのことでよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さいたま市百人会議はリスタート後も大好評。つながる、始まる、楽しむをキーワードに毎月1回地域の人々がゆるーくつながるさいたま市百人会議は今回初めてとなる平日夜開催。第9回は浦和駅東口コムナーレ10階、浦和コミュニティセンター第13集会室にて2月20日火曜日19時スタート。チケットは PTX にて絶賛受付中。お求めはお早めにどうぞ。ぼーっと生きてんじゃねえよ。おがちゃんに叱られるじゃなかった。おがちゃんとミカドのオールナイト埼玉。埼玉市民球場ネット裏。はい、ということで我々はそうですね、今のところは埼玉市民球場にやってきてましたけれどもね、いずれはスーパーアリーナでね、お話できればと思いますけどね、あの人の話なんで。いや、もう、うん、もうなんか今回チョイスしたさ、そのジングルがさ、もうなんかあの春の選抜甲子園球場ですみたいな感じ。本当ですね。ちょっと一瞬あの人忘れそうになるよ。BGM だ。某公共放送みたいな感じなんですけど、はい、ということでございますけど、まあだって甲子園ボールっつぐらいですか、甲子園でやったりもしますからね、野球場でやるってこともありえますからね、はい、甲子園ボールの時はですね、内野グラウンドに芝ちゃんと引くんですよ。
そう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 。うん。いや、引かないと大変なことになっちゃうからね。そうだね。昔はね、甲子園球場の芝の、うん、外野の芝のところにフィールド作ってやってたり。はい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 。はいはいはい。要は、関西の人たちはスタンドで見る。はいはいはい、うん。関東の人たちは仮設スタンドで見る。なるほど。はい、そういう試合だったんですよ。ああ。へえ。なるほど、ね。それを、うん、はい。それを一応バックホームからセンター方向に縦で取るようになって、うんうんうん、そうすると、セカンドのところで、芝が切れて土になるじゃないですか。土になりますね。はい、うん、でそうすると、やっぱりそれはよろしくないということで、うん、スポンサー様である三菱電機様がですね、うん、いっぱいお金出して芝引いてくれたみたいで、うん、そう。で、阪神園芸さんが頑張ってですね。そう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 。はい。阪神園芸はだって日本プロ野球界が誇るプロ集団ですからね。うん、はい。でもね、やっぱり内野の芝に関しては、やっぱり、うん、芝張って一応めくれないようにするのに、うん、結構植えなくちゃいけないので、なんか、うん、アジスタの、うん、あ、アジスタ、はい、はい。はい、アジスタの、要は、芝の管理の方、はいはいはい。にご指導をいただいたとか、いただかなかったとかっていう話を。そうですよね。はい、うん、はい。いや、だからやっぱ、野球場も、まあ、やっぱそのサッカーとラグビー共用とかでもなんか今、ラグビーと共用すんなみたいにサッカーの連中が言ってるしみたいな言ってますね。とかいろいろあったりするんですが、はいはい、まあ、というところで、で、我々、アメフトのルールとかをほとんど知らないわけじゃないですか。はい。そうですね。はい。まずですね、はい、基本的に、どうやって、どういう風にしてその得点を競い合っていくものなのかっていうところが、まあ、いまいち、初心者にはわからんところがあるじゃないですか。はい。はい。うん。そこら辺、もう基本的なルールからちょっと大変申し訳ないんですけど。あ、いえ、簡単に言うと陣取り合戦なんですね。うんうん。陣取り合戦。あ、なるほど。はい、陣取り合戦で、ルールがあって、10ヤード。10ヤード。はい。アメフトのフィールドに横線がいっぱい引いてあるじゃないですか。引いてあります、引いてあります。うん、横線が1本5ヤードなんですね。うんうんうん、長い線が、うん。だから、その2本を超えるっていうのが、1回の、うん、1回っていうか、今、攻撃権としてもらってる、権利としてもらってる。うん、それを4回のうちに超えたら次の攻撃権をもらえますよ。で、うん、さっき言った、ゴールを超える、ボールをゴールまで運んでいけば、うん、6点。おー、はい、はい。パスだろうが、もっと走ろうが、何しようが、うん、そこに持ち込めば6点。うんうん、で、タッチダウンした後に、うん、蹴ったら1点、うん。で、タッチダウンして、もう一回タッチダウン取ったら2点。うんうんうん、で、タッチダウン取れないなと思って、要は、ラグビーのペナルティーゴールみたいなやつ。うん、フィールドは、うん、アメフトだとフィールドゴールっていう言い方をするんですけど、うんうん、フィールドゴールを受けると3点。はい、うんうん、なんですね。なるほど。なるほど、なるほど。で、そうやって、要は陣地を稼ぎながら得点をしていく、うん。なるほど。だからあれですね、ゴール近く、まあゴールというか、はい、エンドの方に近づいていくまでが大変ってことですね。はい、そうですね。で、そういう、そういう理解でいい、はい。そういう理解でいいですか？はい、うん。で、近づいていくのも大変なんだけど、うん、ゴール前が一番大変。まあ、それは一番必死ですもんね、うん、そこはね。はい。はい、うん。あ、そっか。しかも人がもう絶対そこの一番近くに全員いるわけですもんね。そうそうそう。うん、縦にフィールドが長いと、うん。例えば、奥の方に、要は、攻めてる側からすると、奥にパス投げることもできるし、横に持っていくこともできる、うん。いろんな戦術があるじゃないですか。うん。はいはいはい。ボール前って10ヤードしかないんですよ。うん。10ヤードしかないですね。はい、まあ、10ヤード単位で区切っていくんですもんね。はい、うんうん。ゴール前、要はゴールライン手前だと、要は、エンドゾーンが10ヤードしかないので、うん。そこにボールを入れなきゃいけないんです。
うわー厳しいな、はい、だからゴール前のプレーチョイスっていうのが一番大変かもしれないです、うん、なるほどね、はい、なるほど裏をかけないわけですもんね、かける可能性が減るってこと、そうですそうです、うんうん、女性陣2人ついてこれてますか頭の中で、そうな、頭の中でこうなんかちょっと想像いつかないですよ、だから最初だと50ヤードの中にいろんなところに散らばっていろんなところに前に出したりとか横に出したりできるから自分たちも相手たちも広がってるけど最後10ヤードになるとみんなそこの中に入ってるから、うん、5倍人がいるみたいな感じになるってことですね。そう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 。もうあの狙うところが10ヤードしかない。10ヤードの距離の中で勝負しなくちゃいけないっていうね。ああ。要は止められたらあれなんですよね。終わりです。はい、うん、はい。そう。だから、うんうん、まあ、僕の理解で説明すると、うん、要はサッカーとかラグビーとかって割とフリーにこう動くんだけど、そうじゃなくて10ヤード単位で区切られているから、うん、うんだんだんこう動けるフィールドが狭くなっていくっていうイメージなんだね。そう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 。なるほど、ね。ゴールに向かうにつれて、うん、どんどんこう戦えるこう陣地が少なくなってきて。うん、だからまさにあのノブさんが言った通り陣取りゲームだっていうのはその通りなんですよね。うんうん、ああ、はい、そういうことなんですね。うん、もうサッカーとかみたいにこうもうフリーにピッチをこう使ってとかっていうことじゃなくて、うん、どん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 こうエリアが狭くなっていくっていう、こういうことか、戻すってことができないってことが後ろに下がるみたいな、そうですね、うん、ああそうなんですね、ちょっと一回下がってもう一回攻めるっていうのはサッカーならできるけど、はいはい、結局攻撃権さっき4回って言ったじゃないですか、うんうんうん、4回のうちに10ヤード超えなくちゃいけないんで、うん、例えば下がって、うん、残りの攻撃権が2回で20ヤードあったら20ヤード取らなくちゃいけないわけですよ。うん、そうですよね。ね、うん、でそれが取れなかったら攻撃権を放棄しなくちゃいけないんで、うん、はい、得点を取るために、うん、できる限りロスをしないようなプレーはすると。プレーを選択すると。はい、ああ、だからやっぱ頭脳プレーが要求されるんですね。やっぱね。まあ、それぞれに頭は使うんだけど、はい、まあ、より戦術重視になるわけですよね。そうですね。うん。ですね、もうディフェンスもだから、うん、次オフェンスはこんなプレーするんじゃないか、あんなプレーするんじゃないかって、予想を立てながら、うん、フォーメーション組んで守ってきますからね。そう。お互いに、知恵比べを。うんしながら、はい、そうだからやっぱアメリカだとその野球とはい、まだベースボールとそのアメフトを、うん、兼業する人が多いっていうのはそういうことなんですよね、やっぱり似通ったところがやっぱありますもんね、はい、やっぱね、であとね、アメリカだと野球とアメフトだとちょっと時期がずれるんで、そうシーズンが違うからね、はい、そっか、できちゃうんだよね、はい、うんうん、野球が終わる頃に始まるのかな、あれが、そうですそうですそうですね、ラムフトがね、まあ、バスケットプレーヤーでもいますもんね、なんかね、すごい、はい、たまにいますね、うん、だから面白いんですよ、だから、うん、そういう意味ではですよ、はい、うん、なるほどというところでございますけれども、はい、じゃあ、うん、そんなね、ちょっと複雑なアメフトのルールの一端に触れたところで、はい、じゃあちょっと曲を言ってみたいと思うんですけども、はい、はい、こちらはあれですね、うん、えっちゃんだね、はい、おかしいですね、うん、YouTube か、あ、 YouTube かな、なんか柴犬ちゃんが留守番してて、うん、はいはい、でなんか飼い主さん、あ、すごいなんて言うんだろう、いたずらしてて、うん、家の家具とかを壊したりとか、あ、この間なんか見たな、それで、すごい笑顔で飼い主さん帰ってきたところ、うん、僕何もやってないよ、みたいな。なんかすいません、みたいな顔で、すごい笑顔で、こう、お出迎えするみたいな動画があって。見たこの間、それ見たわ、俺。ありました。YouTube でね、あると思うので、ぜひご覧いただければと思うんですけど、なんか、そこの、BGM で流れてた曲が、この、うん、笑って許してっていう曲なんですね。笑って許して。そう、こんなに家ぐちゃぐちゃにしちゃったのに、なんか飼い主さん怒んないで、うん、笑って許してみたいな意味で流してた BGM だと思うんですけど。なるほど。で、それがですね、
先日、その、うん、終電を逃した私と重なって、そうだよな。あの、終電逃してね、寝過ごして、うん、すごい遠い駅まで山梨で行っちゃったんですけど、あの、親にちょっと迎えに来てもらったり、ちょっとね、あの、迷惑をかけたので、なんかこう、ね、笑って許してっていう気持ちだったんですよ、すごく。うん、それとすごいシンクロして、ちょっと今日は、うん、逆にそう考えることで、すごいこう、クワウチじゃないですけど、こう幸せな楽しい気分にもなったので、うん、なんか結果オーライというか、あの、すべて大丈夫。丸く収まったみたいな。思ったので、ちょっとこの曲にしてました。まあ、丸く収まったのはお前の中だけど。というところ。はい。というところで、じゃあ曲紹介の方お願いします。はい。はい。和田アキ子さんで、笑って許してお聴きください。はい、聞いていただいております。和田アキ子さんで、笑って許してでございます。はい、ということですけども。はい、じわりますね、すごい。いや、この曲はさ、すごいと思うよ。あの、ノブさんもね、あの、ご存知だと思いますけども、あの、これさ、あの、笑って許してか。ビブラスラップの音がね、っていう。そう、これ、あの、なんか、あとレコードのジャケットもすごい、和田アキ子さん若々しくて、なんか、そうそうそう、かわいい感じもしました、おしゃれ。やっぱ、かわいいってなっちゃうのね、やっぱ。うん、かわいい。いや、だって、あれですよ、リズム&ブルースの女王って言われて出てきた人なんですよ、この人。そうなんですね、もともとは。なんか、ね、あの鐘を鳴らすのは、あなたのイメージがすごい強かったから、なんか、すごい、あ、こういう曲を今まで歌ってきたんだなって、あの、柴犬ちゃんのね、あの、動画のおかげで知れて、すごい良かったです。うん、ねえ、もっと昭和について知ってください。あの、はい。どんどん深まってます。はい。ということで聞いていただきました。和田アキ子さんで、笑って許してでございましたけども。はい。はい、さて、そうですね。まあ、スーパーボールがね、はい、スーパーボールいつからでしたっけ？12日ですね。12日。はい、今年はね、毎年、で、日本で第2月曜日になるんですかね。ああ、はいはいはい、はいで。今年は12日が休みなので、うん、お仕事休まずに、見れちゃうんです。うん、実を言うと。そうですよね。毎年、朝。向こう日曜日だから。そうか、向こうの日曜の夕方とか夜中の夕方だからね。サンデーナイトだから。そう。で、まあ、僕は、入試が終わった次の日っていう感じなんですけど、まあ、休みなんですけどね、もちろんね。で、まあ、この時期だなとは思ってたんですけど、あれですよね、ネットで話題になってんのは、テイラー・スウィフトが間に合うのかみたいな、うん。間に合うって出てましたよ。間に合うって出てたよね。あ、出てましたね。はい。わかりますよ。女性陣2人わかりますか？テイラー・スウィフトはわかりますよね。あ、わかります。はい。テイラー・スウィフトさんは、アメフト選手と今お付き合いをしてるんですよ。へぇー、はい。なるほど。で、カンサスティ・チーフスっていうチームの、はい、タイトエンドですね。うんそう。と、お付き合いしてて、しょっちゅうね、試合見に行ってるんですって。なるほど。で、今、テイラー・スウィフトに来日してるんですよ。あ、そうなんですね。東京ドームでツアーやるんです。うん。ああ。うん。で、だから、間に合うのかみたいな話になんかアメリカではなってて、なっててでわざわざ日本大使館がコメントを出してたんですごいツアー終わって時間通り羽田を飛び立てば間に合います、ね。なんでわざわざ日本大使館がそんなコメントをしなきゃいけないんだみたいな。
すごいことになって、うん、だそこでも話題を呼んでますけど、まあそれだけねスーパーボールっていうイベントが、うん、まあ照らす人もそうなんだけど、うん、アメリカでは一大イベントか、そう、一大イベントなんですよ。そう、はい、そうなんですよ。まあだから。なんていうんですかね、まあ、日本でそれと同じものってなかなかないんですけども、ないですよね。なんかもう、うん、だから、駅伝とかじゃない？そう、まあだから箱根駅伝とかね、なんかみんなが、みんなが見るイベントなんですよ。うんうんうん、みんながテレビで見るイベント。だって視聴率、だって 30%、40%、下手したら、いや、もうちょっと上がる。もっと上がりますよね。もっと上がると思います。うん、はい。国民行事なんですよ。なるほどね。スタジアムがだいたい、今度ラスベガスなんですけど、うんうん、満席で6万ちょっとなんですよ。6万1000となんですけど、はい、スタジアムの周りで見てる連中もいるんですよ。ああ、どこが何万人かいるんですよ。うわ、そう、そう、だから、うん、もう、プラチナチケットもいいとこなんですよね。はい。うん。ちなみに日本はね、今回、東京ドームシティで、パブリックビューイングがあります。うんうん、あ、パブリックビューイング。そうだな。あります、はい。おー。はい。三井不動産様、頑張ってくれました。はい、そう、もう、だからアメフトといえば三井ですからね。そう、いや、だから、いや、本当にね、スーパーボールって国民行事だから、ハーフタイムショーとかも、すんごいゲストを呼んで、うん、はい。まあ、昭和的に言うと歌謡ショーをやるわけですよ。へぇー。そうそうそう。だってマドンナがやったりとかしたもんね、昔ね。ハーフタイムね。ハーフタイム、ね。うん、そうですね。うん、それ92年に、うん、誰だっけな、歌手の人が出たんですよ。で、その後、うん、マイケル・ジャクソン。ああ。そう。そう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 。バーン飛び出てきて、うん、1分間動かなかったですね。うん、そう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 。うん、はい、だから、もう本当に、注目を集める行事で、もうだから、そのハーフタイムショーで出た人が何やったみたいなのが、いちいちニュースになるぐらいの、うん、イベントなんですよ。もうだから、女性アーティストが出た時に、おっぱいポロリしちゃったみたいな、そういうのもあったし。ジャネットね。ジャネットね。はい、ジャネット・ジャクソンが、ちょっと激しく動きすぎて、ちょっとポロリしちゃったみたいなのが、はい、うん、あったりとか、まあ、うん、そういう意味でも、全米注目のイベントなんですよ。そんなね。テイラー・スウィフトさんも、そこに、で歌うってことですよね。歌わないっす。歌わないけど、でもね、テイラー・スウィフト、うん、あ、テイラー・スウィフトって出たことなかったっけ？ない。テイラー・スウィフトはまだない。まだないか。国歌斉唱はあるのかな？多分。国歌斉唱はある。あったよね、確か。うん、そう。違ったっけ？うん、だからハーフタイムショーに出たことないけど。ハーフタイムショーはないですね。あ、ないね。レディー・ガガとかやってるね。レディー・ガガやってます。そう、はい、テイラー・スウィフトさんはとにかく、付き合ってる、うん、彼氏がスーパーボールに出るのに、出るのに、見られんのかって、スタジアムに行けるのかっていう、そういうことですね。そういうことか。なるほど。感染した、するってことですかね。その、はい、間に合うかっていうね。聞いてた話、うんうんうん。聞いてました。はい。いろいろな話が、はい。頭の中でいろんな想像が膨らんで、ようやく落ち着きました。ありがとうございます。はい。もうなんか、あなた聞いてるんだろうけども、頭に入ってないんだよね。そう、自分のワールドが展開されてます、多分。そう、人の話を聞いて理解するより先に自分の妄想ワールドが、はい、走り出しちゃうんだよね。あ、そう、走り出して、うん、今、テイラー・スウィフトさんの写真見てたら、ね、なんかもう歌う、うん、歌うんだって勝手な、すいません。いやでも、いや本当にね、で大事なことを言うの忘れてましたけど、そのスーパーボールっていうのは、はい、アメリカの、フットボール界ではどういう位置づけのイベントなのかっていうのをノブさんからご紹介いただければ、うん、スーパーボールはその NFL っていうプロの
はい。フットボールが、うん、まあ、秋から冬にかけてずっと試合をやっていった、うん、その、ナンバーワンを決める。そうですね。だから、はい、野球、あの、日本のプロ野球で言えば日本シリーズ。日本シリーズですね。うんはい、メジャーの。メジャーのワールドシリーズ。ワールドシリーズ。うん、に相当するものなんですよ。はい、はいうん。そう、だから、あの、ワールドチャンピオンを決める大会なんですね。うん、そうです、うん。しかも、あの、スーパーボール一発なんで。そう、一発。はい、一発なんですよ。一発なんですよ。日本シリーズとかワールドシリーズと違って、はい、第7戦まであるとかそういう。そうじゃないんですよ。もう、一回こっきり。一回こっきり。はい、絶対7日連続で試合できないから。できないです。死んじゃいます。死んじゃいます。なるほど。スリーが出ます。はい。タイなんだ、はい。そうなんですよ。というようなね、やっぱりこう、いや、でも、まあ、あの、なんていうのかな、あの、もう、もちろんプレイもエキサイティングなんだけど、うん、やっぱ、あの、テレビで見てて、あの中継とか見てると、やっぱね、あの、スタンドの盛り上がりがすごいのよ。そうですね。うん。すごいの。もう、本当に、イベントです、イベント。はい。うん、お祭りですよ。うん、お祭り。はい。だからやっぱ。見てる人たちもすごいし。そう。もう本当に、だって、大統領も見に来たりするからね。そうですね。はい。普通に。うん。やっぱ国民性なんだなっていうふうに思うけど、うん、やっぱすごいんです。もうとにかくそこがすごい。っていうふうに思いますね。はい。はい。というところでございまして、うん、いやー、今回はなんかアメフトトーク盛り上がったね。本当にね。今回の試合ね、面白いっすよ。うん、あ、そうですか、うん。はい。両方ともオフェンスはものすごく秀逸なオフェンスをするし、ディフェンスも強いので、うん。で、両チームとも圧倒的に勝ち上がってきてるわけじゃなくて、やっぱりもう、しのぎを削って勝ち上がってきてるわけ。あ、なるほど。接戦を制してきた。はい。うん。どことどこは出るんでしたっけ？はい。カンサスシティチーフス。まあ、去年のチャンピオンですね。あ、はい、はい。はい。あと、サンフランシスコ 49ers。うん、あ、フォーティナイナーズ。フォーティナイナーズ聞いたことある。はい。うん、ジョー・モンタナって、昔、うん、どんなモンタナっていう、そうそう。ビデオカメラのコマーシャル。そう。ミカドさんぐらいしかわかんねえか。そう。いや、でもね。いや、ミカドさんもギリギリ。すいません。そう、ギリギリです。ギリギリですけど、僕はジョー・モンタナは知ってます。うん、はい。で、フォーティナイナーズといえば名門ですからね。そうですね。うん。両方とも、いいクォーターバックがいて、うん。はい。すごいですよ。ということで、はい、ぜひぜひ、うん、12日、12日、早起きして、8時ぐらいから放送ありますんで、はい。朝ね、はい、そうですね。うん、朝だよ、もう夜しかない。朝ですよ、朝。朝ですよ。そうですね。はい、ということでございまして、チーフスと、49ers ということで、ぜひ注目していただきたいと思います。はい。さあ、ということで、名残惜しはございますけれども、それでは最後の一曲、このコーナー最後の一曲も、ノブさんからということですけれども、うん、これもやっぱアメリカだな、ビリー・ジョエルね。この前来ましたしね。いや、もうビリー・ジョエル僕も大好きで、やっぱり。はい、僕ね、カンス、この間亡くなっちゃいましたけど、カンさんが好きで、はい、カンさんの曲ってね、もうビリー・ジョエルある種パクリっていうぐらいにリスペクトしてて、フレーズも多用してるから、ビリー・ジョエルのこう、はい、へー、いや、もういや、だからもうカンさんがきっかけでビリー・ジョエルも聴くようになって、あ、うん、ストレンジャーとかね、はいはいはい、うん、大好きですけど、あ、今回マイライフで来たかと思ってね、さすがだなと思いましたけれども、これはやっぱ好きですか、やっぱノブさん。そうですね、はい、うん、ビリー・ジョエルね、やっぱりストレンジャーからずっとビリー・ジョエルが出た時からやっぱ聴いてますけど、うんうん、はい、うん、やっぱりいいですよね、うん、いいよね、うん、もうね、
ピアノマンとかも俺は好きだけど、はい、はい、ということで、あの、まあ、僕個人的にはまだまだ話してたいですけど、ね、というところでありますけども、残念ながら、お別れの時間ということになりましたので、うん、じゃあ、はい、また、改めて曲紹介の方を、うん、お願いしたいと思います。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。はい、じゃあお願いしたいと思います。はい、はい、大好きな曲です。ビリー・ジョエル、マイ・ライフ、よろしくお願いします。はい、はい、ついつい気分が沈みがちな月曜の夜は、私柴田悦子が皆様を素敵な出会いとトークのクルーズへご案内いたします。笑顔の港は夢の種放送局パープルチャンネルにて毎週月曜夜9時から30分間の船旅です。さて、そろそろ出航のお時間です。ご乗船のお客様、お急ぎください。今夜もてっぺんまでファンキーに打ちまくる、オガちゃんとミカドのオールナイト埼玉。それってよくある、残念無念ミカドの法則。世の中の8割は残念でできている。複雑怪奇な現代社会を生き抜くために、リスナー諸君から寄せられた世の中のあるあるや、ちょっと残念でクスッと笑える人々がやりがちな言動、出くわしがちな現象などを、私ミカドがミカドの法則として認定していくコーナーでございます。イエーイ、はい、始まりました、新コーナースタート、新コーナー始まりました。もう尺が残ってないです、ね。尺がないんだよ。尺がねえんだ。尺がねえんだよ。まあ尺がねえけど、別に、うん、もういいんだよ、女の。伸び伸び押し押しラジオだからね。そうなんですよ。いや、でも楽しかったな。うん、いや、アメフト見たくなりましたね、やっぱり。ねえ、見たくなった。いや、ノブさん、すごったよ、本当。ねえ、すごかった。はい、うん、ということではありますけれども、うん、やっぱり、やっぱうちの番組としてはうちの番組なりに盛り上げていきたいわけですよね、うん、持続可能性っていうところで言うってあればやっぱ盛り上げていかなきゃいけない、はい、っていうところでございましてですね、新コーナーでございます、ね、これはね、やっぱなんていうんですかね、帝個人としては割と久々にこう、うん、ラジオらしいコーナーを作れたかなって思ってるんですよ。うんうん、あれ、はい、なんか、はい、ダメですか？ダメですか？ダメですか？ダメじゃないです、ダメじゃない。なんかめっちゃどんな感じなんだろうと思って。まあそうですね。ワクワク。はい、じわじわきます、はい、ワクワクじわじわ、まあ、そうじわじわ不思議な表現、そうじわじわ、うん、そう、はい、なんかどんなのが来るんだろうって、まあとにかくですね、こちらのコーナーはですね、とにかくあるあるな感じのことを、うんうん、ね、まあ世の中を動かす法則として認定していこうということなんですよ、うんうん、はい、うん、はい、まあ、僕なんかはほら人間観察が趣味ですから、僕なんかはやっぱり、はい、その、うん、あ、こういう人ってこういうことやりがちだよなとかっていうのが見えちゃうわけですよね。だからまあでもとは言ってもやっぱりその気づかないことっていっぱいあると思うんで、うん、そういうのをこういろいろ送っていただいて、もうこれはもう法則としてやっていいだろうっていうのをどんどん認定していこうっていう、うん、そういうことですね、うんうんうん、はい、なんで、まあこのコーナーやってる中で、うん、どれだけ認定されるか、まあ1個なのか2個なのかみたいなのは、まあどれだけおはがきを寄せていただけるかにもよるんですけど、うん、
まあでもなるべくね、いやこれはすごいっていうのをどんどん認定していこうかなというふうに思ってるわけですけど、うん、はい、なるほど、はい、ということではございますけれども、じゃあ、進行役は岡ちゃんでお願いしたいと思うんですけども、はい、はい、そうだね、はい、で今回結構たくさんのね、おはがきが届きましたね。はいはい、そうですね、はい、初回から初回からすごいんですよ、うん、素晴らしいというところでございまして、うん、じゃあ、どんどん認定していきましょう。じゃあ小賀ちゃんから、はい、これラジオネームは誰なんだろう、あ、ごめんなさい、ですね、ラジオネームがですね、あ、ゆるふわポンコツ、ね、ゆるふわポンコツさんですね、はい、どっから聞いたことある、はい、いただきました、ありがとうございます、はい、はい、ダイエットしたい人の法則、明日から本気出す。これ言ってるよね、これね、だいたいね、うん、ちょっとね、ご飯食べた後にね、ケーキ食いながら言うんだ。そうそうそう。そうそう、ちょっと飲み会シーズンこそね、ちょっとそう思う人もいっぱい。言うね。言うよね。てていいの、そうそうそう。そうそう、年末年始とか。うん、言う。で、これからはあれでしょ、バレンタインで自分用にこうチョコ買って、食べて、で、明日から本気出すって言ったら。そうよ、そうよ。うん。そう。言うね。ハラミで食べすぎるっていうね、あれが言う。そうね。言うわ。まあ、言ってるかもしれない。そうそう、うん。明日から本気出すって言うよね。ねえ。うん。これは、あれはこれはしょっぱなからいいね。しょっぱなからいい。まあ、最後に何を認定するかはもう決めたいと思いますけども。うん、なるほど。はい。さあ、ということで、俺どういうふうに送ったんだっけな。もうよく覚えてて。覚えてねえな。はいはい。うん、さて、じゃあ次は、じゃあ、ちょっと待ってね。そう、ちゃんに読んでもらいたいんだけど、はい、これ、ラジオネーム誰かを送ってなかったんだよね。あ、そうですね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、今送るんで、ちょっと待ってください。うん、ではでは、何が出るかなですね。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかなですね。はい、ということで、懐かしいや。恥ずかしい話。はい、あ、今送りました。ラジオネームがこれです。はい、はい、はい、ではお願いします。はい、ではラジオネーム、暇を持て余した神の報告、はい、あ、神さんからですね。はい、はい、暇を持て余した神からいただきました。はい、うん、はい、ここ、はい、どんな報告かと言いますと。おっさんずの法則ということで、健康診断で体重計に乗るときにできる限り息を吐く、なお腹囲を測るときはさらに顕著に現れますということでいただきました。これもわかる、これもわかる、これわかる、これはめっちゃ息吐くね。いや、あのね、逆ですね、息を吸いますね、僕はね。あ、そうか、吸ってお腹へこむらしい。そう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 。で、入ってくださいって言われる。戻される。入ってくださいっつって、ってやった瞬間に測られる。ボンって出るときにね、ボンって。測られる。わかる。これはね、うん、CM でもあったよね、なんかね、うん、そう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 、うん、ある、本当にそういう測り方すんのよ、うん、そう、測り終わりましたよって言ってこう、うん、お腹がボンって出るとその瞬間測るみたいな、そうそう、そこ測るそこ測るんだよ。
いや、ほんとそうなんだよ。うん。うん。うん、いや、まあ、でもね、別に、だからどうしたっていう感じではあるんだけど、最近は。うん。うん。うん。そりゃね、多少お腹が出てくるぐらいと思ってますけども。うん、で、うん、でも、ね、やっぱ、ほら、よく見せたいみたいなところはあるじゃないですか。そうそう、見ますね。うん、でこれはわかる、うん。女性もあると思うな、わかんない。私も言っちゃうかもしれない。あれ、女性も腹囲測るんでしたっけ？腹囲測るときありましたね。うん、うん、測る、測る。そう、センチは違うけど、あんだよね、確かね。うん、うん。引っかかるセンチが違うんですね。そうそう、検診であったと。うん。そう。そうね。はい、ということでございまして、なかなかすごいいい感じになりましたけど、はい、それではですね、次はコレッチさんですかね。はい、はい、これもね、ラジオネームが、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、送るから、はい、今、はい、はい、何が出るかな、はい、これが出ました。すごい、もう常連の方ですね、これ。はい、ラジオネーム、はい、ラジオネームが、マスターさん。はい。はい、マスター君からいただきました。マスター君から。はい。医療ドラマの主人公の法則。はい。お初出勤途中で急病人に出くわして、そのまま病院に行きがち。これは確かにそうだよ ね、 ね、ドラマはそうだね、うん、そうだよね、そこから物語始まりますから、ね、そうそうそう、ね、そう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 、あの、あんた誰とかって言われて、あ、今日から勤務することになりました、なんとかですみたいな、それより患者さんをみたいな、わかるな、かる、その先のコメントでありですね、はいはい、はい、登校途中の曲がり角で男子生徒にぶつかった相手が実は転校生だったという確率よりは高いかもしれませんが、うん、ああまたこのパターンかと残念な気持ちになりますとのあるあるですもんね。いや、マスター、いや、マスター君らしいですね、うん、もう、ま、マスター君はそういうところをやるな、うん、拾うな、うん、あとさ、あれだよね、飛行機の中で急病に行ってた時も、うん、なんかお医者さんいませんかみたいな、うん、その流れありますよね、なんか、あります、あるね、あるね、実際あんのかなっていう感じがしてる、ね、うん、いや、実際あるみたいですよ、まあ、たまにあんだ、うん、あるけど、自転車とかもありますよね、そう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 、うん、そうなんだよな、結構あんで、いや、実はですね、もう本当にね、うん、たくさん寄せていただいておりましてですね、うん、もう、あの、うん、もうまだまだ行きたいんですけど、そうね、これもう一個ぐらい行っとくか、うん、行きたい、もう一個ぐらい行っときましょうね、はい、じゃあですね、これは、うん、そうだな、えっちゃんに行ってもらおうか、お了解しました。はい、ね、ネタを先に送るので、はい、ラジオネームは今から送ります。はい。はい。はい、送りました。はい。はい。わかりました。はい、ラジオネーム、アルカリ乾電池さん。からいただきました。はい、アルカリ乾電池、はい、はい、ではインフルエンサーの法則、うん、はい、事件が起きたらとりあえずコメント、そして炎上、よく分かってないなら書かなきゃいいのに笑といただきました。なるほど。あるね、だって、うん、インフルエンサーの方々ってね、うん、あの、もうそれこそ何かあるたんびにとにかく書くじゃん、なんか、うん、そうだね、うん、投稿すんじゃん、うん、うん、だけどさ、浅いんだよ、大体、うん、なんか流れに乗ってポンポン来る感じはありますよね。そう地震起こった時もさ、とりあえず皆さん大丈夫ですかって、いや別に言わんでよくないかそれはみたいな。
わかる。そうないだってあるある、うんうん、うん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 。いやでさ、そのほらあのM 元 H 氏さんとかのさあれもさもうそうだしさ、なんかさ、うん、あの別にさあのあんた利害関係者じゃないじゃんみたいな言わんでよくないかって思うよね。うん、うん、言いたくなっちゃう、とりあえずね、そうだよね、言いたくなっちゃう。お年頃ってことですよ多分。いやだってあのいやいや年頃かほらあの我々はさそのまあ、うん、ラジオ放送やってるわけだからコメントすんのはいいとして、うん、いいとしてなんかさこうあの激しく糾弾してみたりとかするじゃん、なんかする、うんうん、いやお前超本人でもないのに何言ってんのかなと思っちゃうんだよね俺。まあインフルエンサーだから自分が影響力を持ってると思ってるからじゃないですか。そう、なんかすごい、あの今日一冷めたコメントが来ましたね、うん、いやでもその通りだよね。その通りだよ。なんかこうそう思ってるから自分が言うことで何か大きくなんか動くと思っているんじゃないかろうかと。うん、いやすごいんだよ。だってさあのねえ、うん、あのほら、セクシー田中さんの方にしてもさ、全然関係ない人がさ、いやお前全然関係ねえじゃんみたいな、うん、いや哀悼の意を表しますだったらわかるんだよ、うんうん、なんだけどさ、その坂頭にさ、そのなんかあのこう業界の構造があって、お前何知ってんだよと思うやっぱね、あのやりすぎは良くないよね、やっぱね、はい、という気がいたしますけれども、まあ、うん、まあちょっと時間ない中でやりましたけど、いやでもこれすごいいっぱい来てるからさ、これ、うん、いいんじゃない、うん、どうだろう、そうなんじゃないですか。なんでそんなに反応が薄いの君いやでもね、今回ね、確かにってのありますね。うんね、うん、今回ね残念ながら送れなかったっていう人もいるんでね、ぜひね、あの気軽にあるあるを送っていただければ。いやもうどんどん送ってくださいよ、うん、もう本当に、うんうんうん、あの、ね、あのうちの番組のネタコーナーって、ね、あの意外と少なかったんだよ実を言うと。うん、投稿ネタものがってことか。そうそう、だってあのみんなハガキ送ってくんないから、あの、うん、ネタコーナー少なかったんだよ。だからあのネタコーナー以外はもう全部あの普通オタに統合しましょうっつって、うん、あの整理したんだよね、あの、うん、投稿フォームを。そしたらさ、うん、何にもなくなっちゃった、うん、あらもう項目4つぐらいしかないんだもん今。あら、そうだね、うん、ちょっといろいろね、あのやっぱコーナーごとに作りすぎたんだよな。あ、そう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 、全部作ったね、とりあえず全部作ったから、もうとりあえずもうあのそれだと分かんねえからっつってあの、うん、俺がドラスティックに全部整理したら4つぐらいしか残らなかったんでだから逆に言うと見やすくなったんで、あの投稿する方、うんうん、だからそこめがけてあの投稿していただければというふうに思っておりますということなんですが、ね、じゃあそろそろ認定しましょうかね。あ、そうだね、はい、認定を、うん、はい、どれにするんだろう、うん、はい、本日認定の、帝の法則を発表いたします。はい、お、本日認定の、帝の法則は、ラジオネーム、うん、ゆるふわポンコツからいただきました。ダイエットしたい人の法則、明日から本気出すを認定いたします。パチパチパチ、これはパチパチ、これは真理パチパチパチ、これはね、しょっちゅう聞く、ね、しょっちゅう聞くもん、はい、みんな言うもんね、地上茶飯事だ、あれそう、あれダイエットしてんじゃなかったっけ、うん、大丈夫、明日から本気出すから鉄板の返しですよね。鉄板です、これはもう、うん、あの法則です、うん、もうダイエットしてる人の法則です、うん、もうこれはそうね、はい、うん、
はい、はい、ということでございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということでございますけれども、はい、さて最後の曲はこれオガちゃんですね。あ、そうですね、これ番組でほ、うん、まあ、以前かかったことはあるんですけれども、はい、はい、引っ張ってまいりました、高橋優さんの曲でございますけど、うん、あなたもネタ切れなんですか？そんなことはないか。うん、あ、もうね、うん、あんまり思いつかなかったっていうところもあるんだけど、うん、改めてやっぱり最近なんかこの曲聴いてる時もあって、うん、ああ、そうですか。うん、そう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 。うん、いやー、でもさ、なんていうのかな、うん、服、まあ、家庭とか家族とかね、身近な人とかっていう、うん、こう、うん、要は服はうちって家庭の、なんか家の中とかっていう感じじゃないですか。うん、豆巻くときにね。そうですね。やっぱり身近な人たちとかとの感じる幸福とかって、やっぱり一番大事だなっていうのはすごく思うんですよね。なるほど。わかりました。いやー、ねえ、ねえ。病気して何か気づいたんですね、あんたね。でもなんかこう、なんていうのかな、同じ感情が映るとか、はいはいはい、はい、あるじゃないですか。まあ、あります。例えばあくびが映る、こう、笑顔が映るとか。そう。うん。から、そういうのでなんか、うん、こう例えば幸せとか増えていくとか、服が増えていくってあるかなと思って。はい。うん。ね、なんかだんだん小川くんが人間らしくなっていくな、嬉しいな、僕は。いや、僕はでもね、人間観察は一生人間にはならなくなる。ごめんなさい、ちょっとくしゃみしちゃった。ごめんなさい。はい、リアルくしゃみ。誰か噂してんのかな、ということですけども。さあ、最後の曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。高橋優で、福笑い。素敵な大人は意外と身近にいるもの。さいたま市百人会議はつながる、始まる、楽しむがキーワード。毎月1回さいたま市にゆかりのある5人のゲストスピーカーをお招きして、地域の人々がゆるーくつながるイベントです。詳しくはさいたま市百人会議で検索してね。おばちゃんとミカドのオールナイト埼玉。いや、というわけでエンディングですけれども、いやー、はい、もう前回おばちゃんがいなかった時にさ、それ真似していったらさ、うん、似てねえってなったんだけど。はい、ということでございまして、いや、やっぱおばちゃんがいるとやっぱ安定すんな。おがちゃんあってこそのオールナイト埼玉ですね。どうですかじゃねえよ。お前もっと自分に自信を持てよ。本当に、うん、ちょっと何言ってるか分かんないですけど。いや、お前そういうこと言うな。お前この野郎、お前、いや、前回はもう必死で盛り上げたから俺めっちゃ疲れたんだよ。お疲れ様です。うん、配信周りもやんなきゃいけないし。そうですね。で、俺はもう花からもうなんか、ね、ツイッターとか、フェイスブックとかに、こう、次は、なんとかさんの登場ですみたいな、もうそういうのはもうできねえと思ってたんだけど、ちーちゃんがやってくれたんですよ。あ、そう、ちーちゃんやったね。ねえ、ちーちゃんやってますね。そう、すごい。そう、やってくれてさ、もう本当にやっぱね、うちのメイトさんすげえと思ったし、うん、えいちゃんもやってもいいんだよ。うん、はい、いや、うん、はいじゃねえ。話聞いてねえから。聞いてる、ちゃんとエイティクからちゃんと聞いてますから大丈夫。もうとにかくさ、なんか明日から本気出すと同じこと言ってない。そうそうそう、明日から本気出すって、ね。そうそうそう、イルハポンコさん友達だからさ。ま、もう で多分一生本気出さないんだよね。そうそうそう。お前明日はこれよっていうそういうことですね。そうそう、あ、お厳しいお言葉が。はい。そう、まあ、はい、明日は来ますから大丈夫。うん、はい、ということですけど、ね、まあでもとにかくね、おがちゃんがいないとさ、やっぱり一人でこう、おがちゃんの役回りまで全部こなさなきゃいけないじゃん。
まあ、もうね大変だったよ、ほんと。いや、あの、いや、やってる時はテンション高いからやれるんだよ、うん、やれるんだけど、終わった後の疲れ方が半端なかった。確かに。だって次の日さ、俺昼まで起きられなかったもん。歳なだけじゃない。歳じゃねえ。失礼なこと言うんじゃねえだろ。ミカドおじいちゃん。違いますから。うん、そこまでじゃねえんだよ。違います。いや。いや、結構エネルギー使うんだよ。うん。ですよね。いや、だから、なんとかおがちゃんがいないところ穴埋めしなきゃいけないってさ、一生懸命やったもんだって。素敵なパートナーだ。いいね。ちょっと痩せたかもしれないですね、そしたら。いや、痩せたと思うよ、ほんと。ねえ、ちょっとお腹周りが、ちょっと、そう、福井がちょっと減ったかもしれない。ということで。そうそう、へこまさなくても大丈夫。わかったわかった。はい、ということで、来週のコーナー紹介をいきたいと思います。来週のコーナー紹介、うん、えっちゃんからお願いします。あ、はい、わかりました。来週はおまんずメイトにリコッタさんとウタさんが登場されます。はい。ああ、すごいね、これ、ね。はい。ということでですね、うん、はい、お送りするコーナーは4本立てかありまして、1つが藤井教授のてっちゃんスタイルでございます。はい。はい、はい、2つ目が、埼玉ミュージックアカデミー。うん。うん。で、三つ目が、おまん神社ですね、うん。はい。はい。で、もちろん、マスターくんのマスターピースも、引き続き、あるということで。はい。ありがとうございます。ありますよね。まあ、ありますね。とりあえず、今月いっぱいはやってもらうことになってるんで、うん、やっていただける。あ、よかった。まだまだ続けていただきたいなと思うんですけど、以上、いつもの4本立てでお送りする予定です。当日の放送もお楽しみに。いや、これはね、うん、まあまあ、てっちゃんスタイルもね、うん、まあ、ちょっと一時期お休みしていただいて、していただいてたわけじゃない、まあ、お休みされてましたけども、うん、てっちゃんスタイルね、はい、やって、で、あれですね、ミュージックアカデミー、これは、なんかネタ、使っちゃったからな、あの人。前回、急遽呼ばれて。ああ、歌次郎先生。そう。ネタ使っちゃったからな。うん、ただ、歌次郎先生、なかなか喋り足らない感じなんじゃない。いや、まあ、僕のおじなので、あれですけども、彼はね、ってか、やつはね、やつはね、口悪い。あれですよ、いや、ネタ、いや、喋ることはいくらでもあるんだと思うんですよ。だけど、まとまったネタを考えるのが多分大変だと思うんですよ。なるほど。うん。講義の、ね、こうトータルでその講義っていう風に仕上げるのが多分大変なのね、うんうん。なるほどね。だがいつもそう尺が足りなくて、そうそうそう。なんか思いながら。そうだから雑多に喋るっていうんだったらいくらでもあいつ喋ると思うのよ。うん。だけどやっぱネタ決めてね、講義をするってなると構えちゃうから、うん、やっぱ、うん、塾長だから、うん、まあそうね、うん、ちゃんとネタも決めてきてもらってるのにね、割愛みたいな感じになっちゃうから、なんか時間がないからちょっとね、そうね、先生ごめんなさい、いや、いつも時間がない時間がないって言ってるからね、うん、うん、うん、というところで、しかもおまん神社が来るからね、その後ね。うわ、これすごいよ。すごいな。すごいですよ。これ、ね、暇がある神から投稿がありましたよね。そう。暇を持て余した神から投稿があったからね。うん。はい。いや、でもね、本当にね、これはすごいですよ。もう本当に。うん。うん、おまん神社は、やっぱ、うん、世界に誇っていい。すごい。大きく出ましたね。そうですね。世界に誇っていいですよ。もう、こんなね、すごい神様いないですよ。神様界のスーパーボールってことですか？スーパーボールですね。うん、スーパーボール。
頂上決戦誰と戦うかっていう問題もあるけどあの、まあ、とにかくですねでも強いのいたからねなんかねそうなんですよかつてはねあの強い神様もいたんですけどということでございますけれども、うん、来週もですね、神様いますからね、うん、そうあの楽しんでいただきたいと思います。もう来週もすごいよ、うん、楽しいよ絶対。そうだね、はい、うん、ということでございまして、じゃあ選曲テーマの方いきましょうか。はいはい、そして選曲テーマはできる女な曲でお送りする予定です。なるほど、はい、これはですね、2月10日ですね、うん、うん、パンプスの日。なるほど、うん、ワコールが、あの株式会社ワコールが、制定したそうで、はいはいはい、あの2月10日でフットの語呂合わせから、まあ、ワコールですから。そうだね、うん、で、パンプスの日と。へぇ、そうなんだ。ようで、やっぱパンプスといえば、やっぱ、うん、あの、ね、あの、うん、スーツっていうことですから、うん、やっぱり。そうである感じね、コツコツと。ね、そうですね、かっこいい、ね。できる女、ね。うん。うん、私失敗しませんので、みたいな。そういう。なるほど。そういうできる女な曲っていうことで、うん、なんかそういうね、こう、あの、キャリアウーマンとかね、あの、まあ、うんうん、そんなモチーフの、ね、うん、あの曲を、うんうん、特集できたな、ということで選ばせていただきました。はい、うん。まあ、ね、結構、なんていうんですか、そういう曲探せばあると思うんで、うん、うんうん、そう、うん、まあ、あのキャリアウーマン的な感じの女性でも、まあ、やっぱりその悲哀を抱えてたりするじゃないですか、こう、うん、近寄りがたいって言われてるけど私もっとなんかこう乙女なのよみたいな、なんか、うん、まあ、そういうのもあったりするじゃないですか。まあそういう感じの曲でもいいと思うし、うんうんうん、まあいろいろあると思うので、ということで、選ばせていただきました。ということで来週もたくさんのお便りをいつもの Google フォームと公式 X インスタグラムアカウントの DM にてお待ちしております。はい、さて、今週はというか2月普通は、夢の谷リレートークがほぼ毎回ありますもんね。うん、っていうところなんですけど。あの、まあ、ずれてた。ずれてた。僕4チームに分かれて。ずれちゃってるから。ということで、今日のおまずメイトが月曜日も出向出走いたします。それで改めて、はい、月9の女、えっちゃんと、超夜型のコレッチさんから PR いただきます。いいね。合ってるから、はい。はい。はい。はい、改めまして、月9の女、月曜日21時から笑顔の港、パーソナリティのえっちゃんです。はい、改めまして、超夜型なの、そこまで超がつくことじゃないと思うんですけれども、月曜23時半からはスマイルガマイル、パーソナリティのコレッジです。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、でも自分先になんか早退したとあれでしたよ。はい、なんだっけ、3時ぐらいまで喋ってたみたいな話。聞きましたよ。そう。3時半まで喋ってたからね。あの、アフタートークで、リコッタさんと、コレッチさんで、あの、3時半まで喋ってたっていうのは、なんかそう、昭和チームで。昭和チームで。チーム昭和盛り上がった。あ、そっから来たの超夜が。そう、そっから来てます。そう、チーム。なるほど。なるほどね。いや、日付変わる前なんだけどなと思いながら。いや、でも、まあでも夜強いイメージはあります、ね。そうあります、ね、うん。あるある。うんうん、なるほど。で、まずは、笑顔の港からいきましょうか、うん、はいはい。はい、ありがとうございます。次回の内容ですけども。うん、オールナイト埼玉の方々も知ってる方もいらっしゃると思いますが、あのゲストがですね、サッカー J リーグガンフォーレ甲府サポーターで、フリーペーパーバスコセ新聞編集長の須田康弘さん、ゲストをいただきます。はい、あ、須田さんは、はい、はい、3回目ぐらいなのか？うん、あ、そうですね、多分4回。4回目ぐらい。何回か出てらっしゃいますよね。はい、そうなんです。はい、須田さんには負けたくねえな、俺ら。
お二人も頑張ってくださいね。どこにね、ライバルしてるんですか。うん、そう、いや、何回出たかみたいな。そうですよね。もう、2人もぜひまたお願いしますって感じですか。ムギさんに負けますよ。ムギさんにも負けてますよ、今。ムギさんは1回で5回分ぐらい持っていくる。そう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 。そう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 。もう、インパクトがね、すごすぎました。1回で5回。はい。1回で5回。今回、そう、なんで菅さんかって言いますと、1月21日に、甲府市内でですね、J リーグサポーターの方々の、そのフリーペーパーなど制作物が集まるイベントが開かれまして、J サポーフリーペーパーサミット4回目が、開催されて、で、私そこで、司会を担当させていただいたんですけれども、うん、はい、ありがとうございます。で、菅さんとですね、そのフリーペーパーサミットについての振り返りだったり、その思いとか、また一緒にね、語れればなぁなんて思って、今回、またお話ししていただいて、その収録を先日してまいりまして、ぜひ皆さん、楽しみに聞いていただけたら嬉しいです。はい、あれかな、はい、マスター祭りの日にやったのかな、はい、それ。あ、そう。前の日曜日にね、収録の時に、マスター祭りの時にやったんだよな。はい、あ、そうなんです。28日かな、収録を、須田さんと、リモートでね、その時は、甲府と東京でつないで、甲府と大使がつないでやったんですけれども。はい。そうなんです。うん。ね、いや、でも、うん。なんかだって、えっちゃん、あれだったじゃん。すごいへこんでたじゃん。へこんでないですよ。いや、へこんでないけど、やっぱ、ちょっと、学ぶことがいっぱいありました、みたいな感じで言って。そうですね。まあ、ね、なんて言うんでしょう。まあ、すごいもう、司会自体、今回、こういう形でできたっていうのもね、すごいいい経験だし、もう本当に嬉しいなっていう気持ちと、あとその、なんて言うんでしょう。いろんな、こう、サッカーの J サポ、J リーグサポーターさんたち、全国各地から集まって、それぞれ、ね、こう、いろんなチーム、自分のチームへの思いもそうだし、いろんな活動をされてるわけで、なんか、その個性溢れる中で、どうその司会者として、場を、こう、まとめたり、こう、盛り上げたらいいのかっていう、そういうところもですね、すごい、こう、皆さんに負けじにどう突っ込んでいくかみたいなところとか、なんか、すごいその辺も含めて、あ、自分もうちょっとこう、なんて言うんでしょう。成長できたらいいなぁなんて思いながら、こう、はい、刺激をいただいたっていう感じですね。すごい。そう。その、イベント直後に、うん、僕、うん、ほら、競馬実況の収録でね。うん、やりましたね、はい。やったんだけど、なんかね、うん、いやー、なんか、こう、もうちょっとできたなぁと思うんですよ、みたいな感じで言ってたから、そうですね。できる女ってことですね。いや、できる女っていうか、いや、うん、もっとできたのに、うん、まだまだだったのが悔しいですみたいなことを言って。ああ、そうそうそう、うん、そうですね。なるほど。そうそう。なんか、司会という立場でね、やっぱイベントに、こう、うん、参加させていただいて、うんうん、ね、なんか、どうその場をこう、なんて言うんでしょう。自分をどう見せるかっていうか、どんなキャラでどう突っ込んでいくかじゃないですけど、うん、なんか、どうしてもこう一歩引いてしまう自分もいたりもするし、うん、なんていうのかな。そこをこう、ガツッとこうね、いける。まあ、いろんなやり方があるからいいんでしょうけど、どういうスタンスでこうやって場を盛り上げるかみたいなところはね、いろいろ考えさられましたね。そうですね。ね、まあ、うん、まあ、それについてアフタートークで語りましょうっていうことですけども。はい。そうそう。はい。うん、ちなみに、この私の、すいません。笑顔の皆と、その時に、津田さんと、X の、スペースっていう、その音声配信の。うん、あ、そう。津田さんが出るときは必ず、はい、アフタートークがあるんだよね。そうそうそう、うん、アフタートークも、ありますので。笑顔の港の前後もぜひ、バスコセ新聞さんの、うん、X、チェックいただけるといいかなと思うので、うん、ぜひ合わせて、その、うん、音声配信と、あと笑顔の港の本放送、お楽しみいただければと思います。
そうですね、はい、まあ、僕も一時期ね、アフタートークって、二人でやってたんですけど、やってたんですけど、お休みしてる全然ね、なんか、視聴数伸びないから、もう。でもね、私ね、知り合いとか結構聞いてるっていう子いましたよ。あ、そう。あ、そうそう、なんか結構長く話してるんだねって。そうそう、2時間も話してるんだって。いや、俺と話したら、そんぐらいになるね。ね。っていう、基本2時間は時間みたいな、うん。っていうことなんですけど、まあ、はい、はい、ということで、じゃあ次は、うん、小雪さんの方に行きたいと思いますが。はい、はい、はい、私は2月の前半までは一人語りでやっていくんですけど、うんうんうん、まあ、1月に、なんか、今年の抱負って言ったけど、具体的に目標って語ってなかったなーってことで、目標。細けえな。なんかちょっとそこから、まあ、ちょっとこんな風に今後ラジオに関してこんなことしたいみたいな、うん、ところで、まあ、目標も絡みつつ話したり、ちょうど1月は、収録でゲストで出させてもらう機会があったので、その番組の紹介とか。ああ、そうでしたよね。して。千葉まで行ったら出たんだろうな。うん、なんかな。あ、それは、ね、そう、それ、千葉まで行ったら出たっていうのは多分去年イベントで。あ、そっかそっかそっか。出たんですよ。それは、なんか突然っていうか、まあ、ピンチヒッター的だったけど、そうじゃなくてちゃんと番組のゲストで千葉のスタジオまで行って。あ、そうなんだ。を出させてもらったのと、また別のパーソナリティさんの番組に、うん、まあ、私たちと違って、4週違う放送されてるパーソナリティさんの番組の一人語りの時に、ちょっと一人だと話しづらいからって、PA で最初担当した時に参加したけど、その日の収録どうしようかなって言って、私その日空いてますよって話をしたら、じゃあちゃんとゲストで出てっていうことで。あ、うん、そうそう、なんかその投稿見たんだよ、俺。うん、なんか。うん、うん、うん。そう、久しぶりに、こう、スタッフワークをしないで喋るだけで、スタジオに行くっていうのも、やった話とかもちょっとしてます。あと、オープニング曲を変えました。あ、変えたの？変えました。なのでちょっと最初の出だし雰囲気が変わっております。うん、おー。なるほど。もうちょっとした BGM も変えようと思ってるんですけど、ちょっとゲストさんで呼びたい方の楽曲を使いたいなと思ってるので、なるほど。もうちょっと先になりそうなんですけど、ひとまずオープニングが新しくなっております。なるほど。楽しみ。いや、結構、コレッチさんはこだわってるよね、BGM とかね。すごくね。確かに。そう、まあ、僕らみたいにフリーにこうやれないからな。まあ確かにね、著作とかで夢の種を、うん、そうですね、そうなんだってますよね、ちゃんとやってますからねとか、うん、そうなんですよ、ということでございまして、うん、じゃあ、放送時間と聞き方を改めて、ご紹介いただきたいと思います。はい。あ、じゃあ、笑顔のみもから失礼します。はい。放送時間が、2月の5日の月曜日、夜9時からと、うん、で、再放送が翌週12日の月曜日、夜9時からで、月9で覚えていただければと思います。はい。夢の種放送局、パープルチャンネルを聞くっていうボタンを押すと、笑顔のみもと、夜9時から流れますので、ぜひチェックいただければと思います。うん、はい。じゃあ、コレクさん、はい、お願いします。はい、そのえっちゃんの笑顔の港が終わった2時間後、同じくパープルチャンネルですね。日付は5日と12日、23時30分から24時の間、スマイルガンマイルでございます。夢の種のサイトからパープルチャンネルを聞くと押していただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございまして、いや、まあもうほんとね、12日に関しては、その、あれですね、朝はスーパーボールを見て。確かに。うん。で、まあ、5日に聞いてれば、まあ、あれだけども、5日聞いてない人は、夜はね、うん、夜も。夜もまで。うん。夜ね、再放送はから。そう。っていう感じにしてもらって、まあ、順調であれば、
2月10日放送のうちの YouTube も上がってるんで。おもう充実してますね。忙しいよ、忙しいよ。そうですね。確かに。うん。うん。全部聞いてもらってね。ところでお願いしたいというふうに思っております。うん、ということでございますけど、うん、まあ皆さんどうもありがとうございました。どうした？はい、リネートーク今日もありがとうございました。いや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 、本当にね、まあ、うん、もう言っちゃっていいのかな、うん、僕とまたリコッタさんが出るんです。うん、笑顔が。おお、あ、そう、そうなんです。そう、まあ、おーとか言っちゃったけど、はい、私はそういう気がする。おーじゃねえよ。おめえが決めたんだろ。おめえが決めたんだろ。ちょっと今、頭おかしくなってました。失礼しました。はい、はい、ちょっと心を込めて、ね、お声掛けさせていただきまして、2月の半ばにね、収録することになりましたね、ミカドさん。おー。あ、リコッタさんも出るんですね、ついに。そうなんです。そうなんです。うん。はい。まずね、リコッタさんの、うん、個人のことをより深くね、お話しする回を一回収録して、うんうんうん、で、その後ですね、リコッタさんとミカドさん、三人でわちゃわちゃ回を撮ろうかな、なんてことで、思っております。うん、うん、楽しそう。まあまあ、おまけで呼ばれたんですけどね。おまけじゃないです。そんな言い方。いや、まあ、それでも着々とみことさん、回数伸ばして。あ、そうそうそう、回数伸ばして。確かに。おがちゃんも、ぜひ今度、お願いします。で、だからどうしても予定合わせるのはね、みかどさんが決まりやすいみたいな流れになっちゃうけど。いや、違う。僕は、だってそもそも話しかけないでないよ、コロッケは。いや、違うんだよ。お前が忙しすぎるからなんだよ、もう。違います。まあ、で、タイミング、あれば、ぜひ。で、うん、あれですよね。コレッチさんの番組にもついに出れそうなんですよね。はい、そうおー、うん、いよいよ。でもその時はだって、そう。そうだってこの間、岡ちゃん一生呼ばれないな、とか言うから。種明かしもしていただいてましたよね。そう。いや、好きっていう理由もちゃんと伝えて、そう、待っていただいたんですよね。うん、いや、すごいなと思って。うん。うんもうだってツイッター見たらあれだもん。5月の放送の予定は決まったけど、うん、4月の人がまだ決まってないっていう。ツイッター見たもん、言ってたっけ。先に俺が決まっちゃったんだ。俺らが決まっちゃった。そうそうそう。5月ね。うん、そう。5月でもいいけど、ただなんとなく呼ぶよりは、うん、あ、このタイミングはいいなって思った人がいるじゃん、と思ってます。いや、すごいんだよ、うん。番組4周年に合わせてもらって。しかし、カレッチさん、本当にちゃんとしてますよね、こう企画力とか。いや、お前もちゃんとしてるんだけど。私も、はい、しっかりやらせていただきます。はい、ということで。だからこそ、もう少し先でしたっていう。はい。なるほど、なるほど。いや、すげえなと思いました、ということでございまして。うんうん、どうもありがとう、本当どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきたようでございまーす。ババンババンバンバンアビバノノン。はい、ということでございまして、いや、久々にさ、通常回というか、やっぱね、オガちゃんがいないとさ、やっぱさ、違うよ、雰囲気が。いやー、変わんないんじゃないですか。いや、なんでそういうこと言うんだよ、まあ、怒るぞ、お前、この野郎、お前。お前がいなきゃダメなんだよ、やっぱ。二人が揃ってこその、この番組ですよ。そうなんだよ。そうですね。そう。もう、だから、あれだよ、もう、マスター祭りでさ、すごかったんだから、もう、オガちゃんをもっと前に出せって言われて、俺。あれだった？いや、もう出てるよ、結構ね。いや、出てないですよ。ということでございまして、次、はい、今週も楽しくやらせていただきました。お相手は、オガちゃんと、ミカドと、エッちゃんと、コレッチでした。次の回でも一生懸命頑張ります。ごきげんよう。さようなら。